葵、何をサボってんだよ。俺の許可なく座るな。ケンタは休んでいた私に向かってそう怒鳴り、いきなりビールをかけてきた。ちょっと何をするのよ。私のお腹には赤ちゃんがいるんだよ。妊婦だからってなんだ。お前は嫁のくせに楽に休んでていいと思ってるのか。さっさと台所に戻って飯を作れ。親族が待ってるんだからな。どうやら彼にとっては私の体調よりも親族との時間が最優先のようだ。今日はお酒が入っているせいでいつもよりも気が短くなっているようだった。これまでなら彼の要求には従ってきたが、今回ばかりは違った。嫁は休んじゃいけないの。わかったわ。じゃあその話、あなたのもう一人の嫁にも伝えておくわ。私の名前は葵、32歳の専業主婦だ。夫の健太とは結婚して2年になる。私にぐいぐいアプローチしてきた彼に押されて付き合った私は、なんだかんだで彼と結婚した。最初の新婚生活はそれなりに悪くなかったのだが、だんだんと夫の態度は冷たくなっていった。だがつい半年ほど前に私は妊娠をした。子供ができたら彼の態度も変わるだろう。それに母親になることもとても嬉しい。しかし、そんな私の期待はすぐに裏切られることになる。私は実はひょんなことから夫が浮気をしているのではないかと疑うようになり、調査をしたところそれが事実だったのだ。私はものすごくショックだった。ここまで裏切られても夫との関係を続けることはできない。そう思い、私は夫と離婚する覚悟を決めた。夫に離婚を切り出すタイミングは、義実家での親族の集まりの機会がいいだろう。そこにはたくさんの親族がやってくる。そこで私は彼に復讐をすることを誓った。それからすぐに当日がやってきて、私は朝から義実家で義母の手伝いをしていた。義母は妊婦の私を気遣って休んでていいと言ってくれたが、最後と決めていたのでちゃんと手伝いたかった。しかし自分が思っている以上に妊娠中は動けなかった。宴会はもう始まっていて、みんなおのおの楽しんでいる。ちょっと私も休憩をしようと思い、空いている席に座って料理を食べ始めた。すると別の席にいた夫が立ち上がり、私のところまで歩いてきた。葵、何をサボってんだよ。俺の許可なく座るな。ケンタは休んでいた私に向かってそう怒鳴り、いきなりビールをかけてきた。ちょっと何をするのよ。私のお腹には赤ちゃんがいるんだよ。妊婦だからってなんだ。お前は嫁のくせに楽に休んでていいと思ってるのか。さっさと台所に戻って飯を作れ。親族が待ってるんだからな。どうやら彼にとっては私の体調よりも親族との時間が最優先のようだ。今日はお酒が入っているせいでいつもよりも気が短くなっているようだった。これまでなら彼の要求には従ってきたが、今回ばかりは違った。嫁は休んじゃいけないの。わかったわ。じゃあその話、あなたのもう一人の嫁にも伝えておくわ。私がそう言うと、夫の顔が一気に青ざめた。彼は私が何も知らないとでも思っていたのだろう。しかし、私はすでに全てを把握していた。彼の隠された本性を暴露し、今日で全てを終わらせるつもりだ。ケンタ、しっかり覚悟しておいてね。そう決意して私は立ち上がり、彼のもう一人の嫁がいる場所へと向かった。夫は文句を言いながらついてきたが、私は彼の存在を無視した。私は一人の女性のもとへと急いで歩みを進めた。
彼女は親族と楽しそうに話していたが、私は何もなかったかのように冷静に声をかけた。健太の嫁は休んではいけないそうですよ。だからのぞみさんも働いてくれますか？え？兄嫁ののぞみさんは驚いた。そう、彼女が健太のもう一人の嫁だ。兄嫁はこの突然の事態に戸惑いを隠せない様子だったが、私は平然として言葉を続けた。さあ、台所に戻りましょう。さっきも言ったように、健太の嫁は休んではいけないそうですからね。おい、何を言ってるんだ。健太が慌てて口を挟んできたが、私は無視して兄嫁の腕をつかみ立たせようとした。その時兄嫁は私の手を振り払った。ちょっと、急に何言ってるのよ。私が健太さんの嫁だって、意味がわからないわ。さっきの戸惑いから一転して、怖い顔で私を睨んだ。普段の私ならここで動揺するかもしれないが、今日は違う。本当に何もわからないの？兄嫁を睨み返し、静かに問いかけた。その後、しばらくの間、二人の間で言葉のない睨み合いが続いた。周囲にいた親族たちも息を呑んで、この一部始終に目を凝らしていた。みんな、ちょっと静かにして。葵さん、あなた全身びしょ濡れよ。一体何があったの？義母が穏やかに仲裁に入り、タオルを手渡してくれた。私は顔と頭を拭きつつ、すぐに兄嫁に退治した。私の決心はもう固まっている。もう一度だけ言うわ。健太の嫁は休めないそうだから、あなたも働きなさい。普段の私からは想像もつかないほどに断固として言い放った。その言葉に会場の全員が驚きの声を上げたが、兄嫁は依然として挑発的な態度を崩さずに睨み返してきた。健太の嫁はあなたでしょ。だから自分だけ働きなさいよ。今日は私の唯一の家族である兄がいないため、彼女はこのような態度をとっているのだろう。馬鹿げてる。そんなことを言うなら、お前だけがしっかり働くべきだ。夫も冷静さを失わずに彼女を支持するように言った。バカバカしいですって。そこまで言うなら、ここにいる皆さんにもどちらが間違っているか判断してもらいましょう。私はカバンからタブレットを取り出し、親族たちの前に掲げながら静かに宣言した。全員の注意がタブレットに集中したのを確認し、私は重要な動画を再生した。映像が流れると親族たちの目は驚愕に大きく見開かれ、義実家は騒然となった。私がタブレットで流したのは夫と兄嫁の密会の場面だ。おい、これは何だ？どうしてお前がこんな映像を持っているんだ？誰が撮ったんだ？夫は自分の不貞が露見したことに動揺し、私に詰め寄った。彼の普段の威張った態度とは裏腹に、見苦しい姿が滑稽だった。彼は自分の行動がこんなに明白になるとは、夢にも思っていなかったのだろう。何？あなた最近急に残業や出張が増えて、以前とは明らかに違うでしょう。ずっと床屋だったのに美容院に行き始めるし、香水を買ってきたり、流行りの服を買うようにもなったじゃない。それにどんどん家を空けがちになって、私が求めた夫婦の時間を完全に無視してきたでしょう。そして、働かない私を家庭内で奴隷のように扱ってきたわよね。あなたからの暴言の数だけで分厚い本が作れそうだわ。親族からは驚きの声が上がったが、私はさらに続けた。最初は言葉だけだったけど、次第に手も出るようになった。それがどれほど私を苦しめてきたか、考えたことある。これまで抑えていた感情が一気に溢れ、声を震わせながら訴えた。
私の真剣な訴えを受け、親族たちは静かに耳を傾けた。あなたは私の兄が来られないと知って、のぞみさんを急に招待したでしょう。そんなことはない、たまたまだ、と夫は慌てて否定したが、その言い訳は中途半端で終わった。夫は私が何も知らないと思って油断していたのだろう。今の彼は以前のような余裕はなくなっていた。少し前からなんだかあなたの行動がおかしいと思って自分で調べ始めたのよ。そしたらすぐにあなたたち二人が密会している現場を押さえて、こうして動画に収めたってわけ。私がその事実を話し終えると、一時的に沈黙が会場を支配した。その静けさを破ったのはギフだった。そんな、信じられないことだ。義理の兄の奥さんと浮気をするなんて。彼の声は決して大きくはなかったが、明確な怒りが込められていた。義母も何も言わずにいたが、普段とは全く異なる厳しい表情で、じっと一点を見つめていた。そんな義両親の様子に気づいた夫は少し落ち着きを取り戻すが、それでも彼から謝罪の言葉はなかった。そこで改めて問いただす。ねえ、この動画を見てもまだ私が嘘をついていると思うの？バカなことを言ったことは謝る。とっさにごまかそうとしたことも。でもこれは浮気じゃない。のぞみさんとは確かに二人で会ったけど、それが浮気というわけではないだろう。そうよ。私たちは偶然そこに一緒にいただけ。浮気なんてしてないわ。私が見せた映像は、二人がホテルから仲良く出てくる様子を捉えていた。それを見てもまだ言い訳を続ける二人には呆れるばかりだ。この理解不能な状況には頭が痛くなるほどだ。しかし彼らはさらに言葉を重ねた。そもそもあなたが私たちの許可なく動画を撮ったんでしょ？それって盗撮じゃないの？まったくだ。お前がしたことは立派な犯罪だよ。彼らは自らの浮気を認めず、私の行為を盗撮として非難しようとした。その不合理な主張に義実家全体が異常な雰囲気に包まれたが、その時予期せぬ人物が現れた。え、浩平、今日は仕事じゃなかったの？予定が変わったね。突然現れた私の兄に、兄嫁は言葉を失い、夫も驚きを隠せずに顔色を変えた。その二人の動揺をよそに、兄は何事もなかったかのように静かに座った。この新たな展開に他の親族も何も言えず、ただ静かに様子を見守るのみだった。浩平、ちょっと聞いてよ。あなたの妹が私にどんなことを言ったか知ってる？私と健太が浮気をしてるって疑って、その上私たちの動画まで撮ってたんだって。本当に迷惑な話ですよ、浩平さん。兄として何か言ってくれないですか？理解した。じゃあ俺からはっきり言わせてもらおう。健太、のぞみ、500万円払ってもらうよ。兄の突然の発言に、義実家の親族たちはさらに騒然とした。当事者の二人は唖然として、ただ目を見開いているだけだった。そんな中、兄はカバンから分厚い封筒を取り出して冷静に封を切った。実は今日は仕事じゃなくて他の用事があったんだ。そう話しながら封筒からいくつもの写真を取り出して机の上に広げた。これはすべて兄嫁と夫が浮気をしている証拠として探偵事務所に依頼して取得したものだった。兄が持ち出した証拠は私が示した動画以上に二人の関係を明確に示していた。見ての通り、証拠はしっかりと揃っている。弁護士にも相談済みだ。さっきの500万円はこの二人から回収するつもりだ。もちろん俺たちの離婚も進める。
葵も健太君と離婚するだろう。お前たちが葵にどれだけひどいことをしたかよくわかってるからな。夫の顔色は一変し、怯えたように視線をそらした。普段からどんなに冷たく当たられていたか兄にも相談してたんだよ。その時にのぞみのこともおかしいと聞いて、まさかとは思ったけどね。俺たち兄弟で力を合わせてお前たちの真実を暴いたんだ。私だけでなく兄にもすでにバレていた事実を知って、夫とのぞみは震え上がった。証拠がこれだけ揃っている以上、言い逃れは不可能だ。二人はすでに周囲から冷たい視線を浴びている。セム、捏造だ、そんなの嘘だ。ふざけないで、私たちが浮気なんてしてるわけないでしょ。それでも二人は必死に言い訳を続けたが、もう誰もそれを信じる者はいなかった。義両親は特にこの事態を許すことができなかった。なんてことをするんだ、ゲンダ。葵さんを裏切って何がしたかったんだ。葵さんはずっとお前を支えてきたんだぞ。どうしてこんなことになるんだ。今すぐ全てを説明しろ。これまで義父がこんなに声を荒げたのを聞いたことがあるだろうか。義母も隣で憤怒に顔を歪めていた。その光景に私は無意識に身震いしてしまったが、すぐにその理由が分かった。それは愛情深い彼らの怒りだったからだ。結婚して以来、義両親は私を自分たちの本当の娘のように愛してくれていた。そんな彼の温かさを思い返すと、感謝で胸がいっぱいになった。義父に激しく問い詰められた後、夫はついに自らの行動を認めた。のぞみの親父が経営する会社で働いてることは知ってるだろう。社長からの期待も大きく、俺は次期社長候補として見られている。社長の娘と結婚すれば、そのポジションはほぼ確実になる。だから、葵じゃなく、のぞみを選んだんだよ。彼の言い訳は自己中心的で、すでに兄の嫁であるのぞみを選んだ理由も、無神経極まりないものだった。その発言は場にいる誰もが納得できる内容ではなく、義実家は不快な空気に包まれていた。それにもかかわらず、夫は何のためらいもなく自己正当化を続けた。葵は初めは俺を支えてくれていたが、最近はただ金を使ってるだけで何もしない。そんな寄生虫の女なんて、いくら何でも愛情も冷めるよな。普通ならば夫から愛情がなくなったと告げられればショックを受けるだろう。しかし夫の身勝手な理由を前に、そうした感情を抱くことすらなかった。そうか、理解はできないが、健太君の言い分ははっきりと聞けた。じゃあのぞみはどう思ってるんだ。兄がそう問いかけると、兄嫁は開き直るかのように堂々と返答した。公平と結婚したいと思ってたわけじゃないの。両親がうるさくて、社会的な見栄のために結婚したのよ。本当はもっと自由に生きたかったわ。夫の言い分と同様に、兄嫁の発言もまた極めて自己中心的で驚くべき内容だった。そんな身勝手な理由って。義母が怒りに震えながらも何とか言葉を絞り出すが、その言葉はすぐに途切れた。正直、思っていたよりもひどいわ。これでは離婚するほかないわね。訴えられたって文句は言えないでしょ。義母の言葉に兄は静かにうなずいた。兄の中でこの二人をまともな大人として見ることはもはや不可能だったのだろう。文句が言えないだって？俺たちから説明を求めておいてなんだよ。離婚したければ喜んで応じるよ。どうせ俺は社長になる。500万なんてすぐに払えるからな。夫が挑発的な口調で言い放ち、兄嫁もそれに同調するようにうなずいた。本当に愚かな二人だ。
もう取り返しのつかない状況になっているのに、彼らは自分たちの立場をさらに悪化させるようなことばかり言っている。私は失望しながらも、最後に一言警告することに決めた。ケンタ、今すぐにでも自分を見つめ直して謝罪して。そうしないと後悔することになるからね。後悔するなんてありえないよ、このバカが。お前と離婚できるなんて逆にすっきりするよ、葵。お前の方が俺と離婚して後悔するんだからな。泣いて謝ったら考えてやってもいい。ケンタの言う通りだわ。後悔なんてするはずないでしょ。ケンタがいれば私には十分よ。公平とはここで終わりにして、新しい人生を始めるわ。二人は高笑いしながらひどい言葉を繰り返した。この状況にはもはや何も言えないほど呆れた。理解したよ、ケンタ。お前はもうこの家の一員ではない。二度とここの敷居をまたぐな。お前がどんなに困ろうと、私たちは手を差し伸べない。お前自身が招いた結果だ。情けないにも程がある。やれやれ。困ることなんてないさ。縁を切るなり好きにしたらいい。のぞみ、ここにいても無駄だ。行こうぜ。ええ。この家にいたら私たちまでバカが移りそうだし、さようなら。もう来ることはないわ。そのまま、夫と兄嫁は何も変わることなくその場を去った。義実家には重たい静寂が戻り、その中で最初に声を発したのは義父だった。葵さん、浩平君、本当に申し訳ない。俺たちの責任だ。健太がこんな風に変わってしまうなんて思いもしなかった。かつては愛する息子だったからなおさら辛いだろう。私たちは息子のことを理解していたと思っていたが、そうではなかったようだ。あいつのダメな部分に気づかずに、ちゃんと強制できなかった。本当に情けないのは、私たち親の方だよ。許されないことは承知しているが、こんな状況になったことは謝りたい。両親は膝をついて、深々と頭を下げた。すぐに私は彼らに顔を上げるように促した。お二人が謝る必要は全くないんです。私と兄はお二人にただ感謝しています。本当の家族みたいに接してくれて、私たちは何度も救われました。今回も味方になってくれて嬉しかったです。むしろ私たちの方がもっと早く相談すべきだったんです。そうですよ。僕がのぞみの近くにいたから、彼女の本性を見抜けなかったのは僕の落ち度です。でも一番問題なのは、人を騙して傷つける彼女が全く態度を改めないことです。ありがとう。しかし、確実に息子には責任を取らせる。時間がかかるかもしれないが、絶対に。いえ、お父さん、もう心配無用です。すべては終わりましたから。ケンタとのぞみは、私が以前警告した通り、必ず後悔することになります。これはただの予測ではなく、確実な事実です。実は、兄からの話を聞いて、義両親は驚きの表情を隠せない様子だった。夫とのぞみが義実家を去ってから数日後、私は兄と一緒にスマホの画面を見ていた。画面には大量の不在着信が表示されている。もちろんそのすべてが夫と兄嫁からのものだった。私たちは思わず笑ってしまった。兄も苦笑いを浮かべながら不在着信が100件を超えたところで、ついに電話に応答した。もしもし、浩平さんですか？ちょっと、どうして電話に出ないんですか？今、僕たちかなりまずい状況になってるんです。へえ、どうしたんだい？のぞみがお父さんに感動された上に、僕の次期社長候補の話もパーになっちゃったんですよ。浩平、あんたのせいでしょ。助けなさいよ。スピーカーからは、二人の焦った声が流れてきた。私たちは笑いをこらえながら事実を説明した。それはそうでしょ。私たちはケンタのすべての悪事を暴露したんだからね。のぞみさんの父親、
つまりあなたの会社の社長に全部教えたらびっくりしていたわ。決定的だったのは診断書だわ。診断書って何のことだよ。ちゃんと説明しろよ。あなたが私が妊娠してから暴力を振るうようになったことよ。本当はのぞみさんと結婚するつもりだったけど、間違って私を妊娠させてしまったから、どうにかして離婚させようとしてたんでしょ。あんな風にひどい被害を受けたら離婚を考えるものね。でも離婚を考える前に当然病院へ行くでしょ。そこは頭が回らなかったのかしら。私は病院で得た診断書をあなたの会社に提出したの。ちゃんとした会社ならどんな判断を下すか想像がつくでしょ。ここまで一気に語り、私は一つ大きく息をつく。そして私から話を引き継ぐ形で兄が言葉を続ける。診断書があれば健太君が繰り返していた暴力の証拠になるだろう。身内に対してそんなことを平気でする人間がどれだけ危険かは明白だ。それだけでも君の会社が君の行動を調べるに十分な理由だろう。それにのぞみの父親から聞いたが、君は会社の資金も勝手に使っていたそうじゃないか。会社のお金を勝手に使っていたという話を兄が切り出すと、夫が息を呑む音が聞こえた。浮気がバレただけでもショックだったろうに、会社でも不正を露見してしまったのだから、その反応も無理はない。個人的にも、妹に対する行為は許されるものではない。しかし、社会人としても会社の資金に手を出すなんて許されることではないな。君が勤める会社の社長は相当怒っていたよ。そりゃそうだよな。横領は重罪だからな。会社がそんな人間を社長候補として扱うとは思えないな。その通りだ。だから助けてほしいんですよ。これ以上は俺たちの人生が悪い。でも、もともと愛情があったわけじゃないんでしょ。頼むよ、葵。見捨てないでくれ。いや、見捨てるわ。おい、思い出せよ。葵が最後に警告したとき、お前たちは何と言った。後悔することはない。離婚してすっきりする。新しい人生をスタートさせるって、そう言ってたよな。そんなことは言ってないですよ。そんなひどいことを言うはずがない。その後、兄は電話越しに私のスマホから保存された音声データを流した。そこからは、義実家での会話が聞こえてきて、夫とのぞみは完全に絶望した。無駄だ。あの日の会話は全部録音されていたんだ。もちろん、この音声も社長に聞かせた。お前たちの本性はすでに明らかにされている。そんな…夫の姿は見えないが、電話から漂う絶望感で彼が追い詰められていることは明らかだった。聞け。一番許せないのは、お前が葵と子供を作ったことだ。愛もないのに、最初から見捨てるつもりで子を作るなんてな。お前たちのこれからの人生なんて関係ない。無責任にも程がある。生まれてくる子供を犠牲にするな。兄の言葉には、怒りが込められていた。私はお腹をさすりながら涙をこらえた。実は私たちにはもう両親がいない。私が幼い頃、両親はただ手紙を残して消えた。それからずっと兄が親の代わりをしてくれている。私は両親の顔さえ覚えていないけど、兄は今でも彼らのことを覚えていて、彼らを恨んでいると言っていた。兄はよく知っているのだ。突然捨てられる子供の気持ちを。この事件で私や兄、義両親や親族たちは夫と兄嫁に騙され傷つけられた。でも本当にかわいそうなのは罪のない子供だ。私も過去の恨みを晴らすかのように二人に向けて最後の言葉を投げかけた。家族を裏切ることを決して許さないわ。私たちが望むのは、あなたたちがその報いを受けること。私たちはずっと見ているからね。
この言葉を口にした瞬間、全身の力が抜けて、もう少しでその場に崩れ落ちそうになった。その時、兄がすぐさま支えてくれた。この一連の出来事が想像以上に私自身に大きな負担となっていたらしい。その重圧から解放された一瞬、頭の中がぐるぐると回る感覚に襲われた。それから日が経ち、私と兄はそれぞれ離婚を成立させた。慰謝料は最初に求めた通りに請求した。夫は結局会社を解雇され、さらに会社への裏切り行為で莫大な借金を抱えることになった。当然、両親からの援助は期待できず、親族も手を差し伸べることはなかった。結局、夫はどうにかして借金を返すために怪しい人間からも金を借りてしまい、今は返済に追われる日々を送っているらしい。兄嫁もこの事件で自分の両親から見捨てられ、以前のようにはいかなくなった。彼女はすべてを夫のせいにして金を得るために彼を日々追い詰めているとのこと。義両親はこの後私たち兄弟に改めて謝罪し、離婚がスムーズに進んだのも彼らの支援のおかげだった。彼らは私たち孤児のような存在にも温かく接してくれた。だから将来は何かで恩返しをしたいと思っている。最終的には全てが収束した後、私たち兄弟は一緒に暮らすことを決めた。幼少期から互いに支え合って生きてきた私たちにとって、一緒にいることが何よりの安心感を与えてくれる。いろいろな困難を乗り越えてきたからこそ、家族とは何かを深く理解できた。これからは私と兄と生まれてくる我が子の3人で平和な日々を過ごしていくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。私、赤ちゃんが生まれてもここで暮らすから、出産後も何かと大変だしね。だからお姉ちゃんの部屋を使わせてもらうことにしたのよ。どうしてそんな勝手なことをするの？里帰り出産するからに決まってるでしょ。バカなの。あんたは邪魔だから消えてって言ってるの。人の都合を一切気にしない、あまりにも自分勝手な行動に呆れ果ててしまう。挙句の果てに私を追い出そうとするなんてひどすぎる。もう限界だった。お望み通り、このまま出て行ってあげるわ。私の名前はさやか、30歳の会社員だ。一般企業で決して大きな会社ではないが、私は副業で別の仕事もしているため、稼ぎはそれなりに高い。私の副業とはオンラインの英会話講師だ。実は私は過去に留学をしていた経験があり、私はネイティブ並みに英語を話すことができる。それで数年前からオンライン講師として登録していたのだが、結構人気講師で思っている以上に稼げているのだ。30歳の年齢だと周りはみんな結婚をし始めたり、子供ができたり、マイホームを買ったりしている。だが私はあまり世間と同じように自分の人生を歩もうと思っていない。もちろん仕事が楽しいということもあるが、あまり家庭や結婚に対して期待していないというのもあると思う。それは私の子供時代の家庭環境が理由だ。私の家では妹がまるでお姫様のように扱われ、私自身は仲間外れにされることが多かった。そしてそのせいで私は親から愛されたいという欲や固執がひどく、こじれてしまったように思う。そのため今までずっと実家で暮らしていて、両親と共に生活している。家事は母親と分担しているのだが、もうここ数年はほとんど私が担っているようなものだ。母はパート勤務から帰るといつも疲れた顔をしていて、そんな姿を見ると家事くらいは若い私がやるべきだと思うからだ。社会人になってからずっと私は家に結構な金額のお金を入れている。それは両親からの愛情が欲しいからというのが一番だ。だから父に毎月お金を渡しているのだ。私はインドア派で勉強が好きなタイプだったので、そもそもお金は使わないタイプだった。学生時代から外出もあまりしていなかったので、大学の時はバイトをしていたのだが、すべて貯金に回していた。
そして会社員になってからも出歩くことも多くなったので、両親が少しでも楽になるならと生活費を多めに入れていたというわけだ。さらに去年、我が家はリフォームをした。そのため父からはリフォームのローン費用も入れるように頼まれている。父は私のことを真面目だから普通に稼いでいてお金を多めに入れても問題ないと思っているようだ。少しでも親の役に立ちたい。私はそう思っていたのだが、それでも両親はなかなか私に対して興味を示してくれなかった。何年経っても両親の関心の対象は私の一つ年下の妹のカナだからだ。妹は正直言ってかなりの浪費家だ。昔から何でも買い与えられていたため、大人になってからはブランド品などを親にねだっている。両親もずっと妹を甘やかしていたため、言われるがままにブランド品を買ってあげている。そして妹が喜ぶのを見て嬉しそうにしているのだ。両親にとっては姉の私は手がかからず、妹は手がかかってその分可愛いという認識になっているようだ。2年前に妹は実家を出て一人暮らしを始めた。ずっと実家暮らしだった妹がなぜ一人暮らしを始めたのか疑問に思い聞いてみたところ、理由はしょうもないものだった。だって一人暮らしの方が夜もずっと遊べるし、友達や彼氏も呼べるじゃん。そうやって笑う妹、学生みたいな答えに私は呆れてしまった。そろそろ自立をしないといけないと思ったとかならまだしも、ただの自分勝手な理由だったのだ。しかも後で知ったのだが、家賃は父に支払ってもらっているらしい。それはほとんど私が負担しているようなものじゃないかと、なんだか複雑な気持ちになった。それからしばらくして実家に帰ると妹が待っていた。お姉ちゃんお帰り。今日も来たの？それじゃあ一人暮らししてる意味ないんじゃないの？妹はしょっちゅう実家に帰ってきていた。だから一人暮らしをしている意味がないように思えた。今日は大事な話があるの。え？大事な話？私結婚することになったの。だから両家の顔合わせの時にはお姉ちゃんは来てほしいのよ。場所は都内の高級レストランだそうだ。お姉ちゃんちゃんとした服で来てね。いつものようなダサい服はやめてよね。そんなことを言っても華やかな服など持っていないので、私はいつものスーツで参加することに。妹の結婚相手は誠実そうで真面目な好青年だった。はじめまして、たかしと申します。丁寧に挨拶をして頭を下げる姿は好印象だった。妹にしてはちゃんとした相手を選んだなと思った。この人と一緒なら妹も少しは落ち着いてくれるかもしれない。姉としてそんなことを考えていた。はじめは両家ともに様子を探っているという感じだったが、お酒が入ってくると次第に緊張感が崩れて楽しい雰囲気になった。終盤の話の内容は私と妹を比べる親の話が多かった。恥ずかしながら長女はもう30歳なのに結婚もせずに実家にいるんですよ。だから次女のカナに孫を見せてもらうしかなさそうです。そうやって私を下げて妹を持ち上げる両親。私も結婚したらすぐに子供を産むつもりよ。2、3人は産んで兄弟を作りたいわよね。確かにそうだな。妹も婚約者も話に入ってそう言っていた。私は最終的にすごく居心地が悪くなった。無事に顔合わせが終わり日常に戻ったのだが、両親に変化が見られた。それは妹に対してさらに貢ぐようになったことだ。妹は両親に孫を見せたいからと妊娠しやすいというワードを使ってあれこれ買ってもらうようになっていた。高級な食べ物とか服だとか買ってもらい、さらには子宝に恵まれるからと地方の神社に観光も兼ねて連れて行ってもらったりしていた。本当に両親の甘やかし具合は見てて呆れてしまう。そんな中、妹は私にこんなことを言ってきた。お姉ちゃんってさ、親孝行を全然しようとしないよね。本当に気楽というか自分勝手だよね。女を捨ててるとそうやってずうずうしくいられるのかしら。この言葉には私もさすがにイラッとしたが、言い返せばまたヒステリックになるのが目に見えていたので何も言わないことにした。妹は昔から私よりも自分が両親に愛されているという自信があり、私に対して強気に発言することが多いのだ。そんな生活が続いたある日、妹は妊娠した。こんな妹のところにも子供はやってくるのか。まあちょっとかわいそうだと思うが、旦那さんは真面目そうだからそっちのおかげかもな。妹は妊娠を機にあっさりと仕事を辞めた。
さらには里帰りをしてきて家のことは一切せずにぐうたらと実家で過ごすようになった。こうやって自分勝手に過ごす妹が幸せをつかんでいるのは不公平だなと思う。そんな中、妹はありえない行動に出た。なんと仕事から帰ってくると私の部屋が空っぽになっていたのだ。もともと荷物が多い方ではなかったが、それでも子供の頃から大切にしていたものは少なからずあった。そういったものや私のパソコンなどがなくなっているのだ。呆然としていると私の背後から聞き慣れた声がした。あら、お姉ちゃん帰ってきたの？ちょっと、これどういうこと？妹が私の荷物を運び出したことは間違いないだろう。私が慌てて聞くと、妹は笑いながらこう言った。私が代わりにガラクタを処分してあげたのよ。感謝してちょうだい。私の大切なものをガラクタと言われて怒りがこみ上げてきた。あなたの価値観で全てを決めないで。部屋に置いてあったものは私にとっては大切なものなの。早く返してよ。そもそも私の許可なく勝手に荷物を運ぶなんてありえないわ。声を荒げる私を見たのは初めてだったので驚いたのだろう。目を丸くしながら妹は、もう捨てたから諦めてよ、と言い放った。いい加減にして、人の荷物を勝手に捨てるなんて非常識すぎるわ。パソコンは、どこにあるの？あれは今も使ってる大事なものなんだけど。すると妹は圧倒されたのか、今にあると言った。私はすぐに今に行って自分のパソコンを回収した。妹は驚いた様子でついてきた。そして先ほどの私の態度に腹が立ったのか怒り出した。大体何なの？あんなガラクタ捨てたからってそんなに怒って。頭おかしいんじゃないの？っていうか大凶に悪いから、そんなカリカリしないでくれる？妹は自分のお腹をこれ見よがしに撫でながら言ってきた。そしてさらに驚くことを言った。私赤ちゃんが生まれてもここで暮らすから、出産後も何かと大変だしね。お母さんもお父さんも喜んでるし、たかしさんもここから仕事に通うわ。だからお姉ちゃんの部屋を使わせてもらうことにしたのよ。そろそろお姉ちゃんも自立して家を出て行ったよね。どうしてそんな勝手なことをするの？里帰り出産するからに決まってるでしょ。バカなの？あんたは邪魔だから消えてって言ってるの。人の都合を一切気にしない、あまりにも自分勝手な行動に呆れ果ててしまう。妹のは里帰り出産ではなく、もう同居だろう。挙句の果てに私を追い出そうとするなんてひどすぎる。もう限界だった。お望み通り、このまま出て行ってあげるわ。あんたが捨てたおかげで荷造りの必要もないしね。私は途端に全てがどうでもよくなった。私はパソコンだけを持ってそのまま玄関へと向かった。帰宅したばかりの私がそのままの姿で玄関から出ていくのを両親は気にも留めていない。父は親戚に妊娠中の娘が帰ってきてずっと一緒に暮らせると自慢の電話中で、母は妹の好きな料理でも作っているのか台所から鼻歌が聞こえてくる。私が求めていた親からの愛情は望んでも無駄だったのだ。生活が楽になるようにと給料のほとんどを生活費と家のローンに充てていたのに、生活費の振り込みもない妹をこんなに大歓迎するなんて。私は完全に目が覚めた。そして無言のまま靴を履き、玄関の扉を開けて家を出た。楽しそうな家族の声だが、家族団らんの中に私が入ることはないのだった。それから一週間後の末は給料日だ。いつもなら父親の口座に生活費とローンを振り込む日だが、入金はしなかった。自分が住んでいない家のローンを支払う義理はないし、もともと父が借りていた住宅ローンなのだから父が責任を負うべきだ。今さら私が入金しないからといって家計が成り立たなくなるようなことはないだろう。だがしばらくして母から電話がかかってきた。さやか、助けてちょうだい。ローン未払いの督促が家に届いたのよ。確認したらお父さんの口座にお金がないの。まさかあなたが引き出したの？母の発言に私はため息をついた。私は入金をやめただけよ。引き出しなんかしてない。っていうか暗証番号とか知らないし。ローンの未払いってことは引き落としができなかったんでしょ？ちゃんと引き落とし日に残高が足りてるか確認したの？え？入金してないってどうして？心底不思議そうに母がつぶやくので私も訳がわからなくなってきた。実家暮らしだから生活費とローンを入れていたのよ。私が出て行ったならもう払う必要もないでしょ。母はようやく理解したようだ。まあ確かに生活費は払う必要ないわね。でもローンは出してくれないかしら。
いくら一人暮らしでもそれくらいの余裕はあるでしょ。ああ、ごめんね。私悪いけど無理。私が今住んでいる部屋の家賃すごく高いの。高級マンションで50万もするのよ。だからお母さんたちを助ける余裕はないの。50万?ただの一般企業の会社員がなんでそんな高い家賃の部屋に住めるのよ。愕然とした様子の母の声に私はため息をつく。あのさ、私が実家に毎月入れていた額と一緒なんだけど、本当に私に興味なかったんだね。え?嘘でしょ?あなたが?どうやら私が本業だけでなく副業をしていたことも知らなかったらしい。もしかしたら父が私からそこまで多くお金をもらっていることを言っていなかったのかもしれない。毎月50万も入れていた時点で、私は父よりも収入が多いので、父はそれを隠していたのだろう。私がいなくなってから初めて気づくなんて、ある意味母らしい。しかもここ最近は初孫フィーバーで、妹にねだられるままにベビーベッドやベビーカー、ブランド物のベビー服やマタニティフォトなど高額なものを次々に買い漁ったらしい。クレジットカードの支払いもやばくて、サヤカが入金してくれないと私たちの生活が成り立たないの。今後は仕送りの形でいくらか振り込んでほしいんだけど。だから無理だって。これからは一緒に住むカナと旦那さんに生活費をいくらか出してもらったらいいじゃない。それでも足りないならお母さんがパートを増やしたら。私がそう伝えると母の金切り声が耳に刺さった。あの子は出産したばかりなのよ。体が大変な時に私がパートを増やしたら赤ちゃんの世話を手伝ってあげられないし大変じゃない。それにカナにまで働けなんて言うなんてひどいわ。別に出産後すぐ働く人もいるし、それにカナたちが夫婦でお母さんたちの家に住むなら二人から生活費としていくらかは出してもらえばいいでしょって。一人身の私が今まで生活費を支払えてたんだから。できるだけ冷静に刺激しないように母に答えると無言が続く。里帰り中だけなら家にお金を入れないのもありなのかもしれないけど、カナはこれからずっと実家で暮らすって言ってたでしょ。お父さんもそのつもりならこれから一緒に生活する人たちで話し合ってお金の使い方とか負担とか決めた方がいいよ。私はもう家を出たから関係ないけどね。そう言い切って少し待つが母からの返事はない。私が言いたいことはもうないから切るね。ああ、あと家族の縁を切るから、あなたたちの連絡先は消すから。え?驚く母の声を聞き、私は電話を切った。そして妹と両親の番号を着信拒否にした。私は副業収入が爆発的に増え、家に50万振り込んでも月に50万円ほど貯金ができていた。あればあるだけ使う母を思い出し、この貯金を使ってローンの一括返済を提案しなくて本当に良かったと思う。これから実家はかなり大変なようだ。だが絶対に私は彼らを許さない。だって私の部屋を空っぽにしたのは絶対に妹だけではなく、両親も協力していたからだ。妊娠中の妹に重いものを持たせることなんて親はしないだろう。だから妹と協力して私の部屋を空っぽにしたのだと思う。両親は知らん顔をしながら私の大事なものを捨てたのだ。そんな両親を許そうとは思えない。もし私がフルリフォームしたあの家のローンの一括返済をしていたら、3人は広い家で悠々と暮らすことだろう。そんなの許せなかったから新居にタワマンを選んだのだ。かつて家族でテレビを囲んでいた時、3人がこんな家に住みたいと盛り上がっていたから当てつけに選んだタワマン暮らしだが、予想よりもはるかに快適だ。自分の選んだ家具、誰にも邪魔されない空間、自分で稼いだお金で暮らす自由。困ってから連絡してくるであろう母に明らかに高級な家に住んでいると思わせることができて爽快な気分だ。もう少し安い部屋でもよかったが、家賃50万の部屋は本当にいい部屋だった。副業をするのにもはかどるし、それに同じマンションの住人もいい人が多い。テレビで見るような年収マウントとか車の所有数自慢とかがあるのかと思ったが、みんな謙虚な人なので非常に過ごしやすかった。それから3ヶ月後、実家の方で進展があった。どうやら妹は不倫をしていたらしく、それが旦那さんにバレたそうだ。最初は子供が生まれて幸せな家庭を築いていたそうなのだが、知らないうちに赤ちゃんの DNA 鑑定をされて不倫がバレたそうだ。そして慰謝料を請求されて離婚となったらしい。もちろん子供も認知してもらえず、妹は借金を背負った状態でシングルマザーとなったそうだ。また両親はローンの支払いのために汗水垂らして働かざるを得なくなり、妹に構っている余裕はないそうだ。
実家のリフォームはフルリフォームだったから新築を買うよりは安いが、それなりの金額になっている。だから私がいない状態では本当に生活が厳しいらしい。現在妹も両親にお願いをされてバイトをしているんだとか。子供は保育園に預け、家族総出で働いているそうだ。だが浪費癖が染みついてしまっている妹と母はストレスが爆発して定期的に散財しているらしく、一向に借金は減らないらしい。そんな二人に父はブチ切れて、家族の関係は最悪の状態なんだとか。そのような話を親戚から聞いたのだが、あの人たちらしいと呆れてしまった。私はもう関係ないし、縁を切って本当に良かったと思う。一方私は昔から真面目に勤務していたことが評価され、本業の方では昇進が決まった。今は課長として部下を持ち、さらには新規プロジェクトのチームリーダーとして毎日忙しい日々を過ごしている。そして副業の英会話講師の方も順調で、どんどん収入が増えている。最近はいかに生徒さんの英語の能力を伸ばせるか研究をしている。気づけば独自のメソッドを開発することに成功し、生徒たちの評判もどんどん上がっている。留学前に英語力を上げられたと喜びの声が多く来るのは本当に嬉しいことだ。これからも好きな英語をどんどん勉強して、たくさんの人が英語を話せるようにお手伝いしていきたいと思う。そして私は最近合コンで知り合った男性と付き合いを始め、プライベートも充実している。公私ともに順調で本当に幸せいっぱいだ。これからも今の幸せを大事にしながら、毎日笑顔で楽しく過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。お母さんと住むなんて無理よ。俺の家だぞ、俺に従え。いやいや、ここは私が親から譲り受けた家だけど。一体何を言い出すのかと思ったら、さらに夫はおかしなことを言い出した。家賃を払ってるのは俺だろう。あんたに払ってもらってないけど。もうここまで来たら最終手段を使うしかない。私はとある人物に電話をかけた。これでもう夫と義母は終わりだろう。これから大変な目に遭う覚悟をするがいい。私の名前は香織、30歳の会社員だ。夫の明宏とは結婚して2年になる。私たちはもともと同じ大学に通っていた同級生だった。そして同じ学部で同じ学科でゼミも同じだったので、必然的に仲良くなった。それでも学生時代は特に恋愛に発展することはなかった。私たちが付き合い始めたのは社会人になってからだ。きっかけは仕事関係だった。私が働いていた会社に営業として来ていたのが明宏だった。そこで久しぶりに再会し、私たちはせっかくだからと飲みに行った。その時にとても楽しく会話をすることができ、それから定期的に仕事後に飲みや食事に行くようになった。それから自然と距離が縮まっていき、私たちは付き合うことに。その後順調に交際を続けていった私たち。付き合い始めて2年が経った時に、私は彼からプロポーズをされた。実は俺は大学生の頃から香織のことが好きだったんだ。そんな相手とこうして付き合えることは俺にとって奇跡に近い。そしてその奇跡をこれからも体験していきたいんだ。だから俺と結婚して一生そばにいてほしい。彼の力強いプロポーズに私は心を打たれた。そしてすぐに承諾をして、私たちは結婚することになったのだった。結婚後は順調に夫婦生活を送っていた。だが結婚して2年が経ったつい最近、まさかの出来事が起きた。それは夫が働く会社が倒産してしまったことだ。そのため夫はいきなり無職になってしまった。私たちはさすがに動揺した。そして夫はすぐに再就職先を探したのだが、なかなか仕事が決まらなかった。私は結婚したらどんどんお金を貯めていきたいと思っていた。だが現在は私の稼ぎだけでギリギリの状態で息子と生活をしている感じだ。私は最終手段として親に相談した。すると両親は投資用に所有しているマンションの一室を格安で私たちに貸してくれることになった。本来なら家賃は20万もする部屋なのだが、事情も考慮して月5万の家賃でいいと言ってくれたのだ。私と夫は親にものすごく感謝して早速引っ越しをした。
部屋は今までより広くて綺麗になったのに、家賃は今までよりも3万ほど安くなった。親には感謝してもしきれない。新しい部屋はとても快適で、私も夫もすごく幸せに暮らすことができた。そして再就職は叶わなかったが、夫はフリーターとして働き始めた。月に10万ほどだが、稼いでくれるだけでありがたい。家賃もかなり安いし、これならまあなんとか生活をしていけるだろう。そう思いながら私は仕事に打ち込んだ。給料が上がればさらに生活は楽になる。昇進を目指して仕事を頑張った。だが問題は仕事以外で起きた。その原因は義母だ。義母は昔ながらの考えを持っている人で、嫁は家庭に入って夫を支えるものという価値観が根付いている人だった。そのため夫と私が家事を分担しているというのを知って、ものすごく反対してきたのだ。ちょっと香織さん、どういうこと？普通は嫁であるあなたが掃除も料理も全部やるべきでしょう。そうやって声を荒げる義母。お母さん、私たちはお互いに働いているので家事を分担してるんです。そんなの知らないわよ。だったらあなたが仕事を辞めればいいじゃない。そういうわけにはいきません。生活ができなくなりますから。何を言ってるのよ。明宏は会社員としてバリバリ働いているんだから、大人二人の生活費なんて余裕でしょ。いえ、明宏さんは現在フリーターなので、稼ぎはものすごく少ないです。ああ、そんな適当な嘘をつかないでちょうだい。嘘じゃありませんよ。この家の生活はほとんど私が支えている状態なんですから。私がそうやって言っても義母は全く信じてくれなかった。それじゃあ明宏に直接聞こうじゃないか。義母はそう言って夫が仕事から帰ってくるまで待っていた。そして夫にすぐに仕事について質問をした。明宏、あなたは〇〇という会社で働く会社員だよね。収入だって香織さんよりも高いだろ。夫は一度私を見た後、表情を変えずに、ああそうだけど、それがどうかしたの？と言った。私は耳を疑った。夫は私の目の前で堂々と嘘をついたのだ。義母は夫がそうやって言ったので目を見開いて私に怒ってきた。ほら、私を言った通りじゃない。あなたあんな見えすいた嘘をついてどういうつもり？というよりも、姑を騙そうとする心構えが気に入らないわ。本当に最低な嫁ね。今日のことは忘れないからね。義母は鼻を鳴らしながら帰っていった。私は義母が帰るとすぐに夫を問い詰めた。どうしてお母さんにあんな嘘をついたの？おかげで私がものすごく怒られたじゃないのよ。私何もしてないのに。ごめんって。でもさ、ちょっと俺に対しての配慮が足りないんじゃない？はあ？亭主がフリーターなんて本当は言いたくないことだし、それに母さんになって心配かけたくないだろ。そこは嫁として俺の尊厳を守りつつ、母さんが安心できるように優しい嘘をつくものだろう。この人は本気でそんなことを言っているのだろうか。それはただの見栄というか、恥をかきたくないだけだろう。とにかく母さんには俺は会社員だということにしてくれ。私は呆れてしまった。だが夫が働いていた会社はすでに倒産しているし、嘘がバレるのも時間の問題だろう。それに義母に怒られてすっかり疲れてしまったので、これ以上夫と衝突するのは面倒だった。だからおとなしく夫の言うことを聞くことにした。こんなことに意識を取られずに、とにかく仕事に打ち込まなければ。そう思いながら一生懸命に働いた。だがそれから少し経った頃、夫が急に家事をしなくなった。私は一体どうしたのか尋ねた。ねえ、どうして分担していたのに家事をしてくれないの？すると夫は肩をすくめながらこんなことを言ったのだ。だって母さんがやらなくていいって言ったから。え？家事は普通嫁がやるもので、仕事を一生懸命して稼いでいる夫はやらなくていいんだってさ。あなたそれを鵜呑みにしてやらないっていうの？うん、だって母さんは正しいからさ。いやいや、お母さんは専業主婦だったからそう言ってるだけでしょ。私たちは共働きなのよ。どちらも働いているんだから家事は分担するべきでしょ。っていうか、あなたは就活をするからといってフルタイムで働いてないじゃない。それなら家事をやる余裕はあなたの方があると思うんだけど。ああ、
俺だって忙しいんだよ。母さんの言う通り、本当にああ言えばこういう生意気な嫁だな。え？お前、自分が俺と対等だとか思ってんの？嫁は亭主を立てるもんなんだよ。夫は完全に義母に感化されているようで、ありえない発言を繰り返した。私の言うことなんて全く聞き入れてくれない。仕事も真面目にやらない。家事も全然しないなんて、いいところが全くないじゃないか。果たしてこんな状態で幸せな結婚生活を送れるのだろうか。私は夫との関係について本気で悩み始めた。だがそんな中でまさかの出来事が起きた。義父が急病で倒れてそのまま亡くなってしまったのだ。そのため葬儀の手配やら準備やらに追われ、自分たちのことどころではなくなった。ようやく四十九日も終わって葬儀関連のことも落ち着いた。その頃には夫のことがどうこうというよりも、仕事をしながらいろいろとやることが多くて、それをこなすのが大変だったという感じだ。そして葬儀関連でお休みをもらったりして、会社にいろいろと迷惑をかけていたので、私は挽回すべくさらに仕事に打ち込んだ。その間は夫のことなど考えている暇なんてなかった。文句を言っている暇があったらさっさと家事を終わらせて、体を休めて仕事に備えた方がいいという感じだ。そしてそれから数ヶ月が経ち、私は気がつけば仕事で挽回するどころか昇進が決まった。給料も上がり、これからの生活が楽になりそうだった。だがそんな時に夫がいきなりとんでもないことを言い出したのだ。今度母さんがこの家に引っ越してくるから。は？何言ってるの？なんと夫はいきなり義母と同居すると言い出したのだ。母さんは父さんを亡くして悲しんでいる。落ち込んでいる母さんを一人にしておくのはかわいそうだろう。そんなことを言う夫、どうして勝手に同居なんて決めてくるのだろうか。だがここは断固として拒否しなければ。お母さんと住むなんて無理よ。私がお母さんと相性が悪いの分かってるでしょ。だからなんだって言うんだ。俺の家だぞ、俺に従え。いやいや、ここは私が親から譲り受けた家だけど。夫はそんな大事なことも忘れたのだろうか。一体何を言い出すのかと思ったら、さらに夫はおかしなことを言い出した。家賃を払ってるのは俺だろう。は？あんたに払ってもらってないけど。家賃を支払ってるってどういうこと？だから俺の月々のバイト代から毎月1万を渡してるじゃないか。確かに私は毎月夫から1万円をもらっている。だがそれは家賃ではない。夫からもらっている1万円は食費に充てているのだ。夫は給料が少ないから、あまり生活費としてもらいすぎるのはかわいそうだと思っていた。だからせめて1万を食費の一部としてもらおうと思ってそうしていた。またちゃんと夫婦のために働いているという実感を夫に与えて、就活のやる気になるようにと考えていたのだ。だが夫は自分が渡している1万円が家賃だと勘違いしているらしい。それでこの家を自分のものだと思っているなんて本当に頭が悪い。夫はたったの1万円しか家に入れていないのに、一家の大黒柱ぶって私にひどい態度を取ってきた。俺の言うことが聞けないって言うんなら、この家から出ていけ。ここには俺と母さんの二人で暮らす。もうここまで来たら最終手段を使うしかない。わかったわ。私は荷物をまとめ始めた。夫は満足そうにしながら、じゃあ俺は母さんに報告をしてくるかなと言って家を出て行った。私はとある人物に電話をかけた。これでもう夫と義母は終わりだろう。これから大変な目に遭う覚悟をするがいい。私が電話をしたのは両親だ。両親は事情を話すとすぐに来てくれた。香織、大丈夫か？まったく明宏君はひどい男だな。そんな男とは一刻も早く別れた方がいい。両親は私の荷物を実家に運ぶのを手伝ってくれた。そしてすぐにあのマンションの部屋を別の人に貸し出す手続きをしていた。あの部屋は私が両親から借りているというのが正しい表現だ。そのため父がその気になれば今住んでいる人を追い出すことができる。あの部屋は立地もいいし、すぐに契約者が見つかるだろう。そして父は手続きを終えると私と一緒にあの部屋に向かった。はーい、今開けますって。え？
どうしてあんたがいるのよ。家を訪ねるとそこには義母がすでに住み着いていた。あんたは家を出て行ったんでしょ。離婚もしたのに何戻ってきてるのよ。腕を組んで私を睨みつけてそのように言う義母。ええ、確かに私は秋広さんが用意した離婚届にサインをしてすでに提出したので赤の他人です。だからこそ他人であるあなたたちには父が所有する家からは出て行ってほしいんですよね。ああ、どういうこと。義母はどうやら夫から何も聞かされていなかったようで目を丸くしている。するとちょうど夫が帰ってきた。なんでお前がここに。お父さんまでどうして。ちょっと秋広聞いてよ。また香織さんが変なことを言い出すのよ。この家が自分の父親名義のものだから他人は出て行けって。え、いやいや、それはおかしいでしょ。俺は家賃を支払ってたんだから、この家は俺のものだって何回説明したらわかるんだ。夫はそうやって肩をすくめた。こちらだって説明するのがめんどくさかったが、はっきりと言ってやろう。あなたが渡してきた1万円が家賃だなんてどうして思えるの。あれは食費の一部としてもらってただけよ。この部屋の本当の家賃は月20万で、お父さんは娘である私が住むから5万円にまで減らしてくれてたの。あなたが渡してきていた1万円じゃ全然足りないのよ。フリーターで月10万しか稼ぎがないあなたに譲歩して1万円だけをもらうようにしてたのよ。それを勘違いして自分が家賃を払って一家の大黒柱になっているみたいな態度をどうして取れるのよ。私がそう言うと今度は義母が対抗してきた。またあなたはデタラメを言って。秋広は会社員でしょうが、そしてこの家だって秋広が借りて契約したものでしょう。こんな風にイチャモンをつけて迷惑をかけてくるなら訴えるわよ。そうやって怒鳴る義母。すると私の父が冷静に言った。ええ、どうぞ。どちらが勝つかは目に見えていますから。まあそれよりも先に私があなたたちを不法侵入として訴えますけど。え、私の父が強気に出てきたので義母はたじろいでいる。あ、秋広、この家ってあなたのものなのよね。義母は不安になってそのように聞いていた。夫はさすがにごまかしきれないと思ったようでようやく白状した。この家は香織のお父さんが持っていたものだよ。俺が借りた部屋じゃないし、香織の言う通り俺はフリーターだ。え、どうして会社を辞めたの。会社は倒産したんだよ。嘘でしょ。義母はそう言って驚いていた。本当だよ。隠しててごめん。普通息子が働く会社が倒産していたら気づくと思うのだが、そういうことに疎かったのだろう。そんな。すべてを知った義母は顔面蒼白の状態でその場にへたり込んだ。香織、俺が悪かった。謝るからまたやり直さないか。夫はこの後に及んでそんなことを言ってきた。あなたアホなの。もう離婚しているし、あなたみたいな最低な人とよりを戻すわけないでしょ。くだらないこと言ってないでさっさと出て行って。私が冷たくそう言い放ったので、夫も顔を青くしてその場で崩れ落ちた。そしてその後、義母と夫は荷物をまとめてそそくさと出て行った。共通の友人から聞いた話だと、夫の給料ではまともな部屋を借りられないようで、現在は義母と二人でボロいアパートに暮らしているとのこと。しかも義母は息子はとても稼いでいて高級マンションに住めるほど裕福だと思い込んでいたようで、ブランド品などを買い漁っていたらしく、その支払いに一気に追われて借金をしているそうだ。現在は二人でバイトを掛け持ちしながら必死になって働いているそうだ。一方、私は一人暮らし用のマンションを自分で借りてそこに暮らし始めた。今回のことで親にも迷惑をかけてしまって本当に申し訳ない。だからどんどん働いてお金を貯めて自分でマンションを購入できるくらいになろうと思う。恋愛についてはその目処が立ってからゆっくり進めていこうと思う。自分が月10万しか稼いでいないのに、どうして家賃を支払っていると勘違いできるのでしょうね。この夫はもともと思考回路がやばいような気がしますね。会社が倒産していなくてもクビになっていたのではないでしょうか。主さんはそんな男とその母親と縁が切れてよかったと思います。これからはご自身のためにお金を貯めて仕事に恋愛に頑張ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。
もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。まだしらばくれるつもりですか？これ以上はもう我慢できません。ご主人に貸した400万をいい加減返してください。姉の夫は感情的になってそう叫んだ。私には一体何のことか訳が分からなかった。私は独身ですが。私の名前はみゆき、35歳の会社員だ。私は大学を卒業して入社した会社で今も働き続けており、つい最近部長に昇進した。今まで本当に一生懸命働いてきたから昇進したことはものすごく嬉しかった。部長という立場での仕事はやることも多いし、何より責任も大きい。だけど私は今の状況にとてもやりがいを感じている。部下はみんな私を慕ってくれているし、上司も私に期待してくれている。これからますます面白くなってくることだろう。だが一方でプライベートの方はさっぱりだった。まず恋愛を全然していない私はもう10年以上も恋人がいない。恋愛の仕方すら忘れてしまったという感じだ。周りはどんどん結婚や出産と環境が変わっているというのに、私は社会人になったばかりの頃に借りたワンルームのマンションに未だに住み続けている。仕事以外にやりたいこともないし、物欲もそんなにない。だからお金はどんどん貯まる一方だ。気がつけばものすごい金額の貯金が貯まっていて、自分でも引いたほどだった。だが使い方がわからないというのもなかなか悩みだなと思った。私から仕事を取ってしまった時、一体何が残るのだろうか。変なお金の使い方をしてしまいそうで少し怖かった。私がそういうふうに不安になる理由は姉のカナが原因だった。姉は私と違い、着飾ること、見栄を張ることに一生懸命の人だった。そのため小遣いもバイト代も何でもかんでも必ずゼロになるほど使っていた。流行りの化粧品だったり、高級ブランド品だったり、年齢を重ねていくごとに使い込むものの値段も上がっていった。そんな姉を私は冷めた目で見ていた。というのも、姉はお金がなくなるたびに両親にお金をたかっていたからだ。姉は言葉巧みに両親を騙してお金をもらおうとしていた。このバッグが買えなかったら学校ではぶられる。お金がないと思われるとそれだけで嫌がらせを受ける対象になる。お母さんたちは私がそうやって狙われて不登校になるくらい心が病んでもいいの？そんなようなことを口にしては親に罪悪感を抱かせて最終的に欲しいものを手に入れていた。実際に姉が通っていた学校でそういうことが行われていたのかは知らないが、9割くらいの確率で姉のでっち上げた嘘だと思う。だからこそ私は姉のことを軽蔑していた。親はそんな姉の嘘の真偽が分からず、仕方なくお金を渡していた。その後、姉は高校を卒業してから専門学校に進学し、それを機に一人暮らしを始めた。だが家賃は自分で払おうとはせず、全部親に頼っていた。理由は学業に集中したいからだと言っていたが、単純に出費を減らしたかったのだろう。そしてバイト代は全て遊びに使っているようで、姉の SNS を見るたびに温泉旅行に行ったとか、ドライブで海に行って高級ホテルに泊まったりとか、ブランド品を買ったとか、そういう投稿ばかりが目立っていた。私は絶対に親に迷惑をかけないようにしよう。そう思いながら私は必死になって勉強をし、高校もレベルの高い公立高校に進学し、大学も国公立大学に進学した。そのおかげで私は就職も有利になり、大企業と呼ばれる企業で働けるようになった。そんな会社で部長を務められているので給料も高い。また私があまりお金を使わないようにしていたのには、姉のようになりたくなかったからというのもあるだろう。そういうふうに私が軽蔑していたのもあるが、当然私と姉の仲はあまり良くなかった。そして姉は専門学校を卒業してからは付き合っていた男性の家を転々としていた。そうやって自分では家賃を払うことなく、家にお金を入れることなく、稼ぎのいい男性をうまく転がしながら裕福な生活を送っていたそうだ。そのためその頃は親に頼ることなく、逆に実家に帰ってくることもなかった。お金が絡まないと家族と関わらないのかと、私は姉のことをさらに軽蔑したものだ。
姉に対する嫌悪感は増していくばかりだ。私が社会人になってからは、私も家を出て一人暮らしを始めていたので、姉のことは親からたまに聞くくらいだった。姉は本当にたまに帰省してきていたらしい。そして姉は数年前に結婚をした。だが、両家の顔合わせにも結婚式にも私は招待をされなかった。姉はそれほどまでに私のことを嫌っていたようだ。まあ、私はそれ以上に姉のことが嫌いだったので、別に参加するつもりもなかった。だが、両親は私たち姉妹がそこまで仲が悪いということにショックを受けていたようだ。いつか仲直りをしてもらいたいと親としては思うんだけど、と言われ、少し心が痛んだことはある。それからは、私は仕事がどんどん忙しくなっていったので、姉のことについても両親に聞くことはなく、ただ帰省して実家でまったり過ごして体を休めるという感じだった。そして気がつけばあっという間に月日は流れていて、私は30代半ばになっていたというわけだ。これからもきっと同じような日々を過ごすのだろうとそう思っていた。しかしそんな中で父が急病で倒れてしまい入院することになってしまった。私はもちろんのこと、これには母もかなり動揺していた。父の病はかなり重症だったようで、それから長い入院生活が始まった。私は母のことがかなり気がかりだった。父と母はとても仲が良くていつも一緒にいたからだ。大事なパートナーがそのような状況になればかなり精神的に辛いだろう。だから私はできる限り父の見舞いに行くようにしたし、また実家にも立ち寄るようにした。少しでも父と母の支えになりたかった。みゆき、ありがとね。でも仕事も大変な中で無理はしなくていいのよ。ううん、無理はしてないよ。私にとってお母さんとお父さんはとても大事な存在なんだもの。みゆき。まあでも花嫁姿を見せられていないのは親不孝者か。結婚の予定が全然なくて本当にごめんね。そんなこと気にしなくていいのよ。あなたは仕事をものすごく頑張っているし、結婚していようがいまいが娘が大事なことに変わりはないんだから。母にそう言ってもらえて私は少し心が軽くなった。やはりどこか負い目みたいなものは感じていたからだ。その後も私は病院と実家に通い続けた。父は少しずつ体調も回復しているようで私は安心していた。そんな中、思いもよらない出来事が起きた。それは私が父の見舞いに行って病室から出た時のこと。その日は平日だったのだが、有給を消化しないといけなくて、午後から友人と遊ぶ約束をして午前中に父の見舞いに行っていた。私が病室から出るとスーツを着た男性が父の病室に向かってきた。一体誰だろうか。父が働いていた頃の部下の方とかかな。私は会釈をして横を通り過ぎようとした。だがその男性は私を呼び止めて話しかけてきた。すいません、もしかしてあなたはみゆきさんですか？この病室で入院している男性の娘さんですか？そのように聞かれて不審に思ったが、私ははいと答えた。すると男性は険しい顔をした。やっと直接会えましたね。今まで何をしていたんですか？え？私は何を言われてるのか意味がわからなかった。どういうことでしょうか？あと、あなたは誰なのでしょうか？僕はあなたの姉であるカナの旦那です。え？なんと私に話しかけてきた男性は私の姉の旦那さんだったのだ。会ったことも顔を見たこともなかったので、私はどういう人か知らなかった。雰囲気は真面目そうな人という印象だが、なんだか彼は怒っているような感じだ。だがなぜ怒っているのか見当もつかなかった。何をしていたというのはどういう意味でしょうか？自分でわからないんですか？それとも別に善意でもらったから関係がないと？え？おっしゃってる意味が。しらばくれるつもりですか？確かに私だってそれなりに稼ぐはいい方だと思います。それでも結構意を決してあなたたちのためを思ってお金を出した方だと思うんですけど。え？お金？私は本当に訳がわからなかった。だが姉の夫はどんどん顔を赤くしていく。まだしらばくれるつもりですか？これ以上はもう我慢できません。ご主人に貸した400万をいい加減返してください。
姉の夫は感情的になってそう叫んだ。私には一体何のことか訳がわからなかった。病院の廊下だったので彼の声はよく響き、周りにいた人たちが何事かとこっちを見ていた。だがそれ以上に彼の発言におかしすぎる箇所があった。あの、私は独身ですが。はあ？姉の夫は目を丸くしていた。だがまだ私を疑っているという感じだ。独身って、あなた、そんな見えすいた嘘をついて逃げ切れると思ってるんですか？いえ、逃げるも何も、私は本当に結婚なんてしたことありませんから。それどころか、彼氏もしばらくいないので、親にも花嫁姿を見せられずにごめんねって謝っていたほどですから。こんなことを言うのは恥ずかしかったが、こうでもしないと彼の怒りを鎮められなさそうだと思った。え、ご両親に？え？はい。親に話したという部分を気にするのはどういう意味だろうか。何かおかしいですか？いや、だってあなたとご両親は絶縁中だって。は？絶縁中？一体誰がそんなことを。そう思った時にハッとした。きっと姉が嘘をついたに違いない。もしかして姉がそんなことを言ったんですか？ええ、あなたは高校を卒業すると家を飛び出したって。原因はあなたのその素行が悪くて、両親との関係が悪くなり絶縁する形でいなくなったと。私は目を丸くしながら彼の話を聞いていた。そんな不良少女なんて私と正反対だ。私は大学も出ていますし、大学を卒業して会社員になるまで実家で暮らしてましたよ。これ私の名刺です。私はそう言って自分の名刺を渡した。それが何よりの証拠になると思ったからだ。え、ここって大手企業じゃないですか。大卒以上しか面接を受けられないところですよね。これで姉が嘘をついていると信じてくれますか？そもそも私は結婚をしていませんし、親と絶縁だってしてませんし、ぐれてもいません。信号無視さえ躊躇してしまうほどの真面目です。申し訳ありません。姉の旦那さんはようやく理解を示してくれたみたいで、冷静になって話をしてくれた。カナはあなたのことを親と絶縁してとても辛い状況にあると言っていました。フリーターとして職を転々とし、男性の家を転がり歩いていたと。それは全部姉のことじゃないか。そして同棲をしていた男性の子を身ごもってしまい、結婚をせざるを得なかったと。だけど旦那さんもフリーターで生活は本当に厳しい状態で、唯一連絡を取っていたカナによく助けを求めていたと聞いていました。カナは親から絶縁された妹が不憫で仕方ないと、定期的にお金を援助したいと私に言ってきたんです。それで月に5万ほどを約2年くらい渡していました。そんな。そして半年ほど前のあなたの妻の作り話上でのあなたの旦那さんが詐欺に引っかかってしまい、400万の借金を背負わされたと聞いたんです。私はさすがにそこまでかばいきれないと言ったのですが、カナはたった一人の妹を助けてあげたいと私にお願いをしてきて、私も鬼ではないので姉妹を大事にしたいというあいつの思いにやられてしまい、お金を渡したんです。私は妹さんに会いたいと言ったのですが、借金取りから逃げているからこっちに出てこれないと言われてしまいました。カナの設定上ではあなたと旦那さんは他県に逃げているということになっていたんです。だから会いたくても会わせてもらえなかった。お金を渡した後は借金をなくなったんだから会えるだろうと思っていました。でもカナが言うにはそれから音信不通になったと聞かされていたんです。だからその時は私は騙されたと思いました。カナもきっと事情があるはずだから信じようだなんて言って、まるであなたが本当にお金を騙し取ったかのような発言をしていました。そんな。私は怒りでいっぱいになった。姉はそうやって私のことをとても悪い人物のように旦那さんに話していたのだ。本当に最低な人だ。きっと旦那さんからもらった400万は自分のために使ったのだろう。だがそんな大金を姉は何に使ったのだろうか。その点が気になった。姉の旦那さんもかなり冷静になったようで、まず私に謝罪をしてくれた。騙されていたとはいえ、失礼なことを言って本当に申し訳ありませんでした。いえ、いいんです。ただ姉はきっと何か裏で悪いことをしているんだと思います。それを私たちで暴きませんか？
私は姉のことを許せないので一度懲らしめてやりたいです。いいんですか？協力していただけるのは私もありがたいです。私たちは姉に制裁を加える目的を持った同盟を組んだ。とりあえず連絡先を交換し、私は急いで友人との約束に向かった。その日、私は帰宅してから姉に連絡を取ってみた。久しぶり、元気にしてた？するとすぐに返事が返ってきた。何のよ、あなたが連絡をしてくるなんて珍しいじゃない。お父さんが入院してることは知ってるわよね？もちろん。お見舞いには行ってるの？ええ、たまにね。夫と一緒に行ったりしてるわ。そう。そんなことを聞くために LINE をしてきたの？私暇じゃないんだけど。あなたのような独身女と違って専業主婦は忙しいのよ。そっか、そうだよね。私みたいな独身女より忙しいよね。そうよ、あなたも早く結婚相手を見つけなさい。あ、そんな物好きはいないか。姉は私に対してそのようなメッセージを送ってきた。思った通り姉は引っかかった。私と旦那さんがまさかつながっているとは思っていなかったのだろう。姉は私が独身だとしっかり認識している発言を残したのだ。私はスクショを取るとすぐに姉の旦那さんに送った。旦那さんは感謝をしてくれたが、実際に自分の妻が嘘をついていることが立証されてショックを受けているようだった。それから私は有給を取って日中に姉を尾行することにした。その日は姉の旦那さんが姉から昼に友人とランチに行くと言われた日だった。その日に合わせて私は行動をしたというわけだ。旦那さんから住所は教えてもらっていたので近くから張り込み、私は姉が出てくるのを待った。すると女性の友人とのランチで着るにはセクシーすぎる胸元の開いた服を着て姉は家から出てきた。私は怪しいと思いながら尾行をした。すると姉は街中で誰かと待ち合わせをしていたのだが、そこに現れたのは男性だった。しかもかなり若そうな男性だ。姉はその男性と腕を組みながら楽しそうに歩き、そしてしばらく歩くとラブホテルに入っていった。完全にこれは不倫だろう。つまり姉は旦那さんから盗んだお金を不倫のために使っていたのだ。私は全部写真に撮っていたので、すぐに旦那さんに写真を送った。旦那さんは証拠を掴んでくれてありがとうございますとメッセージをくれて、それからいろいろと準備を始めたようだ。それから少し経って私は姉の旦那さんに父の病室に呼ばれた。そこには私の母もいる。そして旦那さんは姉と一緒に病室にやってきた。お父さん、調子はど？普通にお見舞いと聞いていたのだろう。だから姉は私がいるのを見て固まっていた。え？どうしてみゆきがここに？私がいちゃ悪いの？私がそう言うと姉はすぐにハッとして、あんたにまだ紹介してなかったわよねと言い、旦那さんを紹介した。私は旦那さんに会釈をした。姉はいろいろとごまかそうと慌てて喋っていたが、それを制したのは旦那さんだった。カナ、静かにしてくれ。みゆきさんを呼んだのは俺だ。え？どういうこと？なんであなたとみゆきが知り合いなの？この病院でばったり会ったんだよ。そこでいろいろ分かったよ。お前がみゆきさんのことについて嘘を俺に話していたことをな。そんな嘘だなんて。私はもう言い逃れはできないぞ。ひどい嘘をついて俺から金を巻き上げたこと、またそのお金を自分の不倫相手との交際に使っていることも全部知ってるんだ。え？旦那さんは姉に証拠写真を見せた。姉は完全に固まっている。どうしてそんな写真を？私が尾行して撮ったのよ。随分とひどい嘘を旦那さんに話していたそうじゃない。私の主人が借金を背負わされて400万が必要。とんでもない嘘をつくものね。しらばっくれようとしても、お姉ちゃんが私が独身だって知っていることを証明するメッセージを自ら送っているから言い逃れはできないからね。もはや逃げ場もない姉。私の母は冷たい目を向けて、もうあなたのことは面倒見きれないわと言った。父も、お前とは縁を切る、どれだけの人を傷つければ気が済むんだと言い、姉は私たちと縁を切ることになった。俺は離婚するし、慰謝料も請求するからな。そんな私そんなお金はないよ。だったら不倫なんて最初からしなければいいだろう。とにかくお前は俺を騙してお金を奪った。
これは立派な詐欺だ。400万も上乗せして請求するからな。旦那さんにそう言われて、姉はショックで膝から崩れ落ちた。その後、姉夫婦は正式に離婚となり、姉と不倫相手は旦那さんから慰謝料を請求された。姉はそこに400万や毎月渡していた5万円の2年間分のお金も加えて請求された。そのため、約800万ほどの借金を背負うことになったようだ。現在はバイトを掛け持ちしながら借金を返済しているようだ。今はもうアラフォーなので転がり込めるような部屋も男性もいないらしい。だから自分で働いて多額の借金を返済しなければいけないのだ。まあ全部自業自得だし、ざまあ見ろと思う。一方、私は相変わらず仕事に打ち込みながら両親の様子を見に行っている。ちなみに父は奇跡的に回復し退院することができた。そのため私は借りている部屋の契約更新のタイミングが来たら解約をして実家に戻ろうと思っている。そして両親と家族仲良く幸せに平和に暮らしていこうと思っている。この姉は本当に自分勝手ですね。そしてお金を得るためにありえない嘘をついて周りを巻き込んで本当に最低です。主さんはよく冷静に対処したと思います。そしてそんな素敵な主さんにはきっと素晴らしいパートナーが現れると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを願っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。なんか赤ちゃんの泣き声が聞こえない？え？ちょっと怖いこと言わないでよ。夫が急にそんなことを言い出すので私は恐怖で震えた。いや、でも聞こえるって、玄関の方からだ。そう言って玄関へと向かう夫。私も慌ててついていくと、確かに声が聞こえる。夫が玄関を開けると、なんとそこにはカゴ型のクーファンがあり、その中に赤ちゃんが入っていて泣いていたのだ。私と夫は慌てて赤ちゃんを家の中に入れた。一体誰が置いていったのだろうか。すると夫がとあることに気づいた。この子、もしかして。私の名前は香織、28歳の会社員だ。夫の翔太とは結婚して3年が経つ。私たちはとても仲が良くて、結婚して3年が経ってもラブラブだった。夫はとても優しくて、共働きだからと家事もしっかり分担してくれる。本当にいい夫という以前にいい男性で、私のことをものすごく大事にしてくれる。あれ、今日って何か記念日だったっけ？ああ、このお花のこと。香織に似合いそうだったから買ってきたんだ。もうすぐ料理もできるよ。ありがとう。あ、今日は揚げ物かな。チキン南蛮だよ。やった、私の好物だ。すぐ着替えてくるね。夫は料理が得意で、夫が担当の時はすごく美味しいご飯が出てくる。だから私はいつも夫が料理の時は楽しみで仕方ない。休みの日は一緒に掃除や洗濯をして、ご飯はちょっとサボって簡単なものにして、映画を見たりゆったり過ごすようにしている。連休の時は旅行に行ったりもするし、そんな風に私たちはとても楽しい結婚生活を送っていた。お互いのことをリスペクトしているし、いいところも悪いところもあって当然と思いながら、価値観の違いも受け入れられているので、すごくリラックスした状態で毎日過ごせている。きっとこれからも私たちは仲のいい幸せな夫婦でいられるだろう。それは間違いないのだが、私には少しだけ悩みがあった。その悩みというのは義士の存在だ。義士の美里は意地悪というか、私に対して敵対心を向けてくる人で、私は彼女からの嫁いびりみたいなものに悩まされていた。最初のいびりは結婚後に初めてお正月に義実家に行った時だった。香織さんって結婚したのに働いてるの？そうしないと生活できない感じ？義士はそんな風にいきなり私のことをバカにしてきた。私は仕事が好きなので働いてるんです。ああ、もしかしてキャリアウーマン気取ってるとか？そういうの寒いからやめた方がいいよ。女が出世とか絶対できないし、出産とかしたら仕事休むから会社に迷惑かかるじゃん。私みたいに専業主婦になった方がいいわよ。義士は外資系で働く旦那さんがおり、給料がかなり高いため働いていないそうだ。だから専業主婦というのはお金持ちだからなれるという認識らしい。
そのため共働きの私たちをバカにしてくるのだ。別に女性が働きたいから働いているのは今の時代普通だと思うが、技師からすると私は負け組に入るらしい。姉ちゃん、その凝り固まった先入観で話を決めつけるのやめてくれよ。香織は毎日楽しそうに働いているんだから。働くのが楽しいってどういう感覚？変態すぎるでしょ。こら、美里、人はみんなそれぞれ違う価値観を持ってるんだ。自分だけが正しいみたいな言い方はするんじゃないよ。はいはい、分かったわよ。まったく、どうしてみんな私じゃなくこの女の味方をするの？騎士はそうやってため息をつきながらおせちをつまんだ。義両親と夫が私をサポートしてくれて助かった。だが義士は周りが私をフォローしたことが気に食わなかったようだ。それからも顔を合わせるたびに私のことをいびってきた。あら、香織さんって服のセンスないのね。そんなダサいもの私着れないわ。あ、そっか、安物しか買えないのか。私は働かなくても高級ブランド買えるからいいものしか手に入らないのよね。常連だからお店の人にも顔を覚えられているのよ。あ、はあ、そうですか。義士はいかに自分が金持ちであるかを自慢してくる。私は別に今の自分の生活に満足しているのであまり羨ましいとは思わない。私が悔しそうな反応をしないのが義士は気に入らないのだろう。毎回私と会うたびに次はどういびろうか考えている感じだ。去年なんかは私たちが住んでいる家のことをバカにしてきた。私と夫は私の親が譲ってくれた一軒家で暮らしている。私の親は田舎での生活をしたいと言って、おじ夫婦が暮らす地方に引っ越して、おじ夫婦の農業を手伝うようになった。そのため、東京にある自分たちの家を私たちにくれたのだ。あんたたちの家は古臭いボロい一軒家じゃない。私は旦那が買ってくれた高級タワマンに住んでるから天と地の差ね。そう言ってマウントを取ってくる義士。何かにつけて私を罵倒しないと気が済まないらしい。私はいつも適当に聞き流していたし、夫は義両親がその度に義士を注意してくれるので特に気にしていなかった。だが夫と結婚してから3年ほどが経ったつい最近のこと、義士は私にこんないびりをするようになったのだ。香織さんっていつになったら子供を産むの？あ、もしかして不妊かしら。え？子供ができないからだとかかわいそう。そうやって決めつけるのはやめてくれませんか？私が言い返すと義士はニヤッと笑った。あれあれ、いつもなら聞き流すのに今日は反抗してくるのね。図星ってことかしら。わかりやすい人。私はさすがに義士の言葉が許せなかった。というのも結婚してから私と夫はずっと子供が欲しいと思っていたからだ。だから子作りには励んできたし、妊活とかも頑張っていた。夫は焦らず自然に妊娠をするのを待とうと言ってくれたが、私は自分が不妊なんじゃないかと少し不安になっていた。そんな時に義士からそうやって言われたからちょっと感情的になってしまったのだ。私が珍しく表情を変えたので義士は意地悪にも私を不妊だといじるようになった。長男の嫁なのに子供が産めないなんてひどいわね。っていうかそんな嫁をもらった翔太がかわいそう。そんなこと言う美里さんも子供はいないじゃないですか。私は子供を作るつもりはないのよ。ま、夫も海外出張が多いし、来年からは2年間も海外に単身赴任だから作る暇もないしね。作らない選択を取っているのと、作りたくても作れないというのはだいぶ違いがあるでしょ。私とあなたを一緒にしないでちょうだい。そうやって言って高笑いをする義士。これほどまでに義士をうざいと思ったことはない。私は一気に義士のことが嫌いになった。姉ちゃん、いい加減にしろよ。子供が欲しいのになかなかできない夫婦の辛い気持ちをどうして分かってくれないんだ。そういう優しさや思いやりに欠けたところは本当にひどいと思うよ。何よ、私に優しさがないっていうの？そうね、あなたは人のことを思いやれない人に育ってしまったわ。そういう子に育ててしまったのは我々の責任だな。香織さん、すまない。バカな娘があなたを傷つけてしまって。信じられない。実の娘の私を寄ってたかって責めて他人の女の味方をするってわけ？どう見ても悪いのはお前だろ。そうよ。それに香織さんは私たちのことをとても大事にしてくれる可愛いお嫁さんよ。俺の大事な妻を傷つけるのは姉ちゃんだとしても許さないよ。
ふん、もういいわよ。私二度と実家には帰らないから。義士はそう言って怒って帰っていった。義士がいなくなると義両親と夫が私に謝罪をしてくれた。だが私にとってはそうやってみんなが私の味方をしてくれただけですごく嬉しかった。義両親と夫がここまで私のことを大事にしてくれるなら、たとえ子供ができなくても幸せだと思った。そして義士は本当に義実家に来なくなった。そのため私も義士と会わずに済んだ。それからしばらく平和で穏やかな日々を過ごしていた。だがある日、とんでもない出来事が起きたのだった。その日は休日で雨がよく降っている日だった。私と夫は家でゆっくりと過ごしていたのだが、夫がいきなりこんなことを言い出したのだ。なんか赤ちゃんの泣き声が聞こえない？え？ちょっと怖いこと言わないでよ。夫が急にそんなことを言い出すので私は恐怖で震えた。私たちはテレビを見ていたのだが、テレビには別に赤ちゃんが映ったりはしていない。だから夫による幻聴かと思った。いや、でも聞こえるって、玄関の方からだ。そう言って玄関へと向かう夫。私も慌ててついていくと確かに声が聞こえる。本当だ、外に赤ちゃんがいるのかな。夫が玄関を開けると、なんとそこにはカゴ型のクーファンがあり、その中に赤ちゃんが入っていて泣いていたのだ。大変、すぐに家の中に入れなきゃ。私と夫は慌てて赤ちゃんを家の中に入れた。一体誰が置いていったのだろうか。幸い玄関には屋根があって濡れてはいなかったのだが、赤ちゃんはとても寒そうにしていた。私たちはすぐに部屋を暖かくした。どうしよう、警察に通報する？誰の子かわからない状態でここで保護するわけにもいかない。すると夫がとあることに気づいた。あれ、なんか空間の中に紙がある。そこには娘をよろしくお願いねという文字が書いてあった。どうやらこの子は女の子らしい。この子もしかして？夫は紙の字を見ながらこんなことを言った。姉ちゃんの子供かも。え？どうしてそんなことが言えるの？この字がめっちゃ姉ちゃんの字に見えるんだよ。多分姉ちゃんがこの子を身勝手に置いていったんじゃないかと思う。そんな。私たちはすぐに義母に電話をした。すると義両親がすぐに家にやってきた。義母は赤ちゃんを見ると泣きそうになりながら抱き上げた。母さん、何か知ってるのか？実は。義母は私たちに子供について驚きの事実を報告してくれた。つい数日前に義母が日中に家にいる時に義士がいきなりやってきたらしい。しかもその手には赤ちゃんが。どういうことか聞くと赤ちゃんが生まれたと義士は言った。だが義士の旦那は現在海外赴任中だ。だから子供は義士の旦那の子供ではない可能性が高い。義士は不倫をしていてその男性との子だと思ったそうだ。そして子供の存在が旦那さんにバレると不倫による慰謝料を請求されてしまうと思い、義母に子供を預かってほしいと頼んだそうだ。義母はその無責任な発言に怒り、義士に自分で責任を持ちなさいと叱った。すると義士は逆切れし、もういいと言って子供を連れて帰っていったそうだ。だが結局自分でどうにかできなくなり、私たちの家に勝手に置いたのだろう。私も夫も義士のことが許せなかった。無責任にも程がある。私はこの子を預かろうとしたが、義両親がそれを止めた。私たちが育てる？あなたたちにはまだまだ子供が生まれる可能性があるんだから。そう言って義両親は子供を連れて帰っていった。それから私と夫は定期的に義実家を訪ねるようにし、子供の世話を手伝った。姪っ子はすくすくと成長し、とてもいい子に育っている。ハイハイもするし、よく食べるし、最近はちょっとずつ歩けるようにもなっている。そしてあっという間に月日が流れていき、義士が子供を置いていってから1年が経った。するといきなり義士が私たちの家を訪ねてきたのだ。姉ちゃん、どうしたんだよ急に。久しぶりね。赤ちゃんを迎えに来たわ。当たり前のようにそうやって言ってきた義士。私たちは義士に怒りを感じながらもとぼけてやった。赤ちゃんって？はあ？だからあなたたちに預けた赤ちゃんのことよ。俺たち姉ちゃんに赤ちゃんを預かってなんかいないだろ。一体何の話をしてるんだ？だから玄関前に置いておいたじゃないのよ。え？
あれって姉ちゃんの子供だったの？そうよ、早く赤ちゃんを出して。あなたたちが育ててるんでしょ？そんなこと言われても姉ちゃんの子だなんて知らなかったから、もう警察に引き渡したよ。それじゃあ今あの子はどこにいるの？さあ、児童養護施設にでも引き取られてるんじゃないかな。何やってるのよ。娘をよろしくって書き置きまでしたのに。姉ちゃんの子供だなんて知らなかったんだから仕方ないだろ。それじゃあ子供は？俺たちは知らないって言ってるだろ。騎士はみるみる顔が青くなっていった。そんな。だいたい自分で捨てていったとして、なんで今更迎えに来たんだ？私と夫は騎士がこんな行動に出た理由が知りたかった。すると義士はありえないことを言い出した。あの子が旦那の子だってことが分かったのよ。はあ？どうして確証できるんだ？っていうか旦那さんの子じゃないの？私たちは義士から話は聞いていたが、知らないふりをした。あの子は不倫相手の子だと思ってたの。だから旦那にバレないようにあなたたちに預けて知らんぷりをしようと思ってたの。それで海外旅行に？ええ、だって旦那は海外赴任をしてて日本には帰ってこないから。私は不倫相手と東南アジアのバリ島に行って優雅に過ごしていたの。それでなんで不倫相手の子じゃないって分かったんだよ。それが不倫相手が不妊だってことが分かって、だから旦那の子供で間違いないってことなの。なるほど。それでなんで今更子供を迎えに来たんだ？血がつながっているのならあの子の養育費をもらえるでしょ。あ？私と夫はとことん呆れてしまった。つまり義士は子供を出しにして旦那さんから金を巻き上げるつもりだったのだ。最低だな。本当に姉ちゃんは人として終わってるよ。うるさいわね。私だって生きるのに必死なのよ。とにかくあの子を旦那に渡して生活費を回収しなきゃいけないの。本当に最低だなと思った。わかったよ。それじゃああの子がどこにいるのか教える。どこにいるのよ。実家で母さんたちが育ててるよ。え？それならそうと早く言いなさいよ。警察に引き渡しただなんて適当なこと言わないで。義士はワーギャー騒ぎながら義実家へ連れて行けと言ったので、私たちは車で義実家へと向かった。義両親には事前に LINE で連絡を取っており、義士と向かっていることも伝えた。そして義実家に着くと義士は急いで居間に向かった。だがそこにいたのは義士の旦那さんだ。あなた、なんでここに？全部聞いたぞ、お前がしてきたこと。あなた、海外に行ってるんじゃなかったの？お母さんから連絡が入ってな、お前のことを聞いていたんだ。それから会社にお願いをして、日本の本社に移動させてもらった。そして、定期的に子供に会いに来ながら、お前が尻尾を見せるのを待っていたんだ。ようやく姿を現したな。不倫による慰謝料と離婚を要求するから覚悟しておけよ。いや、それはちょっと、私お金ないっていうか。そんなことは知らない。働けばいいだけだろう。でも、子供の親権は母親である私が持つべきじゃない？不倫をしたのはお前だ。赤子を置いて逃げていったのもお前だ。そんな奴に親権が取れると思うか？それに俺は今実家に暮らしている。だから子育ては俺の親に協力してもらえるんだ。誰がどう見ても俺が親権をもらうべきだと思うが。それは、ミサト、もう観念しなさい。あなたは人として最低なことをしたの。そのことを反省して償うべきよ。そんな。義士はその場に膝から崩れ落ちた。そして旦那さんと離婚することになり、親権も取られ、慰謝料も請求された。義士は不倫相手と一緒になろうとしたが、不倫相手は慰謝料を支払った途端に行方をくらましたそうだ。また当然だが、私たちも義両親も義士とは縁を切った。そのため義士は誰も頼ることができず、現在はボロいアパートに住みながら必死になって借金を返す日々を送っているらしい。ちなみに元旦那さんはたまに義実家を訪ねてくれて、義両親や私たちに子供を見せに来てくれる。元旦那さんのもとで子供はすくすくと成長しているようで、とても可愛らしい。そして嬉しいことに、つい最近私も妊娠をした。変に期待せずに日々を楽しく過ごしていたらできたので、やはりあまり思い詰めない方がいいようだ。子供が生まれたら夫と一緒にとても大事に育てようと思う。そして義両親にも孫の顔を見せて、義士の元旦那さんの子供とも交流を持って家族仲良く楽しい日々を過ごしたいなと思っている。
赤ちゃんを置いて去っていくなんて最低ですね。下手したら命を落としていたかもしれないじゃないですか。義士にはもっと重い罰を与えてもよかったのではないかと思います。主さん夫婦は子供ができてよかったですね。これからも夫婦仲良く、義両親とも仲良くしながら幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。おい、俺の飯はどうしたんだよ。家事をサボるって言うなら離婚するぞ。一体誰のおかげで飯が食えていると思っているのだろうか。わかりました、離婚しましょう。え？私は夫に愛想がつき、すぐに出ていくことにした。おい、助けてくれよ。どうして私が？あなたとはもう他人なのよ。私の名前は香織、34歳の会社員だ。夫の翔太とは結婚して1年になる。本来なら幸せな新婚生活を送っているところだが、私の場合そうではなかった。夫との関係は正直言ってあまり良くないのだ。その原因は夫の性格にあった。結婚する前は気づかなかったが、夫はかなりの亭主関白という感じで、とても高圧的な態度をとってくるのだ。おい、いつになったら飯ができるんだ。私今帰ってきたばかりじゃない。っていうかあなたの方が先に帰ってるんだから、あなたが用意してくれても全然いいと思うんだけど。はあ？お前何生意気なこと言ってんだ。俺は一生懸命仕事をしてきてるんだよ。私だって仕事をしてきてるわ。はあ、お前の仕事がどんだけのもんだって言うんだよ。少なくともあなたよりは稼いでると思うけど。そうやって給料が高いアピールか。本当に器の小さい女だな。俺は期待されてるんだ。だからお前の給料なんてすぐに追い越すさ。そう、そうであってほしいけど。あ、お前疑ってるな。生意気な嫁だな。夫はいちいち私の発言に突っかかってくる。そして私のことを支配したがるのだ。これからは門限を設けるぞ。門限？いきなり何を言い出すかと思えば、門限だなんて子供じゃないんだから。俺は本気だからな。19時には必ず帰ってこい。そんな無茶なこと言わないでよ。残業している時だってあるんだから。私がそうやって言っても夫は聞く耳を持ってはくれなかった。うるさい、俺は本気だからな。ちゃんと約束を守れよ。約束というのは双方が納得しているから交わされるものであって、夫がしているのは強要だ。まあどうせただの脅しだろう。私はそう思っていた。そしてそれから数日後、私は仕事で残業になってしまい、20時頃に家に帰宅した。だがその時私はとんでもない目にあった。え、何よこれ。私が鍵を開けて入ろうとすると、なんとチェーンがかけられていたのだ。私は慌ててインターホンを押した。おい。夫のだるそうな声が聞こえる。ちょっと、どういうことよこれ。お前が悪いんだぞ。俺は門限は19時だって言ったよな。え、あれ本気だったの？当たり前だろ、俺はいつだって本気だ。そんなことを堂々と言っているが、やっていることは小学生レベルだ。本当にいい加減にしてほしい。くだらないことしてないで開けてくれる？ダメだ、お前はすぐそうやって調子に乗るだろ。調子に乗るってどういう意味よ。自分が優位に立っていると勘違いするんだ。夫はそう言って本当に家に入れてくれなかった。どうして夫はこんな風に変わってしまったのだろうか。私は夫がこんなにも昔と違うことに動揺を隠せなかった。私と夫の出会いは合コンだった。夫は当時大企業で働くエリートサラリーマンだった。そして彼は私に猛アプローチをしてきた。仕事もちゃんとしているし、収入も大企業だから申し分ない。そう思い、私は彼からのアプローチを受けた。彼はもともととても真摯に私に接してくれていたのだが、交際が始まってからもそれは同じだった。だから優しくて素敵な男性だとそう思っていたし、彼からプロポーズをされた時はとても嬉しかった。香織、俺が香織のことを絶対に幸せにする。だから俺を信じて、これからの人生を共に歩んでくれ。ええ、分かったわ。これからよろしくね。頼りがいがあり、優しい彼との結婚生活は絶対に幸せなものになるだろう。そう思っていた。
だが実際に結婚生活が始まると全く想像していたものと違った。夫は自分勝手で横暴なモラハラ夫だったのだ。しかも結婚してから半年ほどが経った頃、彼は仕事を辞めた。どうして仕事を辞めたの？あんな会社にいても意味ないんだよ。俺のことを全然分かってないからな。なんで俺じゃなく後輩を昇進させるんだ。本当に訳が分からないよ。夫は自分が昇進できなかったことに腹を立てて、衝動的に仕事を辞めてきてしまったのだ。これには私もかなり参った。モラハラ的な態度も、まだ夫が大企業で働いているエリートだから尊敬している部分もあって許せていた。だが夫は仕事を辞めたことで完全に無職になった。それから再就職をしようといろんな企業の面接を受けたのだが、ことごとく落ちてしまった。くそ、なんで俺がこんな目に遭わないといけないんだよ。俺は大企業出身なんだぞ。前よりもランクを落としているのになんで決まらないんだよ。そういう態度が出てるんじゃないの？はあ？分かったような口を聞くなよな。お前が働いているのは二流の会社じゃないか。ひどいわ。そんなことを思っていたの？はあ、俺はただ事実を言っただけだ。夫は自分の苛立ちを私にぶつけてきた。今までも亭主関白的ではあったが、この頃からモラハラ的な発言がひどくなっていた。そして結局再就職ができなかった夫はアルバイトという形に落ち着いた。しかも就活があるからと週に3日ほどしか働かなかった。そのため夫の手取りは月10万ほど。それなのに私に対して横暴な態度を取ってくるのだから、私の中で夫に対しての印象はどんどん悪くなっていく。どうしてこんな人と結婚をしてしまったのだろうと後悔までしているほどだ。そしてそれからは先のように家に早く帰っている夫からいろいろと小言を言われながら晩ご飯を作ったり家事をする日々を過ごした。まるで反抗期の子供を育てているような状態で、私は心身ともに疲れていた。それでもまだ結婚して1年も経っていなかったので、離婚に踏み切るということができなかった。そんな中、彼はどんどん調子に乗り、ついには門限まで作って私を締め出した。仕事で疲れている中、私はスーパーにも行き食材を買ってきたというのに、どうしてこんなことをするのだろうか。夫は本当に家に入れてくれず、私はとても困ってしまった。こういう時は実家に帰るのが普通なのだが、私の両親はすでに亡くなっており、帰る実家がなかった。どうしよう。私は家の前で立ち尽くしていた。その時に私は誰か助けてくれる人がいないか探した。そして親友のみゆきに連絡をすることに。もしもし、どうしたの？ごめんみゆき、今から家に行ってもいい？え？何かあったの？実は夫から追い出されちゃって。え？どういうこと？まあいいわ、すぐにおいでよ。ありがとう。私はみゆきの家に向かった。ごめんね、急に。ううん、いいのよ。一体何があったの？実は。私は夫が門限を作って私がそれに間に合わなかったから家に入れてもらえなかったことを話した。はあ、マジでそんなことがあったの？うん。うわぁ、ありえないわ。それって完全なモラハラ夫じゃん。自分が大企業に勤めているからって上からな態度を取ってるんじゃない？あ、それが実は。はあ？アルバイト？信じられないわね。香りの収入に頼ってる状態なのに、そんなモラハラ的な態度を取ってるの？うん。それは早く別れた方がいいよ。でも、結婚して1年が経ったばかりだし、そんな簡単に別れていいものか。だけど、香りは幸せを感じられていないわけでしょ？うん。親友は困った顔をしながら少し考えていた。そしてこんな提案をしてきた。このままちゃんとした結婚生活を続けられるかどうかはわからないけどさ、モラハラな態度を取られたら、その度に録音だったり日記だったりで証拠を残しておけば？え？別れることになった時、っていうか、私はもう別れてほしいけど、できれば相手に痛い目に遭ってもらいたいじゃん？まあ、確かに。私もいろいろと協力するから、やばい時はここに逃げ込んできな。ありがとう、みゆき。親友が私にとても優しくしてくれてものすごく嬉しかった。私にはちゃんと味方がいるのだと心強く感じた。
そして食材がもったいないので、私はお礼に手料理を振る舞った。あー、すごく美味しいよ。やっぱり香りって料理上手だよね。本当？そうやって褒めてもらったの久しぶりだから嬉しいな。久しぶりに親友と会ったことで、私はかなり心が軽くなった。そして夫に LINE で謝罪文を送り、許してもらえたので家に帰った。ちゃんと反省したか？ええ、私が間違っていたわ。ごめんなさい。私がそうやって謝って頭を下げると、夫は満足そうな顔をした。わかればいいんだよ。今度からはちゃんとしろよ。それから私はできる限り夫に従うようにした。しかしそれでも夫は機嫌が悪いと普通に暴言を吐いてきた。私を罵倒し、けなすような発言を繰り返す夫。私はその度に嫌な思いをしたが、録音をして限界が来た時のために証拠を貯めておいた。夫はそれからも再就職が決まらず、アルバイトを続けていた。というより最近は就職先を探している気配もなかった。きっと内心、もう諦めているのだろう。私の給料でも一応二人で暮らせているし、家事も私にやらせているし、私を従えることができているし満足なのだろう。当たり前のように私の収入に頼りながら私にモラハラな態度を取る夫。親友には簡単に離婚をしたくないと言ったが、いつまでも変わらない夫の態度に私の心も限界が来始めていた。一体どうしてこんなにもひどい態度を平然と取れるのだろうか。私のことを何だと思っているのだろうか。私とどうして結婚をしたのだろうか。そんなことを思った。そしてある日、私はどうしても残業をしなければならなくなり、19時を過ぎて帰宅した。その日はどうやら夫は出かけていたようで、まだ家に帰ってきていなかった。よかった。締め出されずに済んだ。私は急いで晩ご飯の支度をした。すると調理を始めてすぐに夫が帰ってきてしまった。あ、お帰り。夫は私がまだ食材を切っている段階などを見ると険しい顔をした。おい、俺の飯はどうしたんだよ。あ、今できるところで。嘘つくな。まだまだ終わらないだろ。ごめんなさい。さっき帰ってきたばかりで。夫の手にちらりと視線を移すと、何やらブランド品の袋がぶら下がっていた。私が一生懸命働いているっていうのに、自分はのんきに贅沢な買い物をしていたのか。本当に自分勝手で最低だ。夫は私の気持ちなど知らずに好き勝手に罵倒してきた。お前は学ばないやつだな。それともわざと俺を怒らせているのか。このクズが。家事をサボるって言うなら離婚するぞ。一体誰のおかげで飯が食えていると思っているのだろうか。この時私の中で何かが切れた。わかりました。離婚しましょう。え？私は夫に愛想がつき、すぐに出ていくことにした。お、本気で言ってるのか。ええ、あなたとはもうやっていけないわ。口先だけどダッサい男とは。私がそう言うと夫は顔を真っ赤にして怒った。はあ？お前どの口が俺に悪口言ってんだよ。二流会社員が俺にそんな口を聞くんじゃねえ。こっちからお前みたいな女は願い下げだよ。夫はそう言って引き出しから離婚届を出した。いつの間にそんなものを用意していたのか。でもこちらにとっては好都合だった。私はすぐに離婚届にサインをして荷物をまとめて出て行った。そして役所に行って離婚届を提出。これで夫とは完全に赤の他人だ。私はすぐに親友の家に行った。事前に連絡を入れていたので、親友は温かく私を出迎えてくれた。おめでとう。これでやっと解放されたね。うん、みゆきがいてくれたから私別れる勇気を持てたよ。本当にありがとう。まだまだ終わりじゃないから気を抜いちゃダメよ。これからあの男に制裁を加えてやりましょう。そうね、徹底的にやるわ。その後私は弁護士を雇い、元夫をモラハラで訴えた。まさかそんな風に訴えられると思っていなかったのか、元夫はかなり動揺していたらしい。弁護士の方に全て任せていたのだが、元夫はどうして俺がとか、ふざけんなと怒鳴り散らしていたらしい。その場に私自身がいなくて本当に良かったと思った。弁護士が淡々と元夫に説明をし、証拠も提出すると、ようやく無駄だと分かったのか、おとなしくなったらしい。
そして元夫は離婚後、義両親に私が全部悪いかのように説明していたようなのだが、今回モラハラで訴えられたことによりどういうことか問い詰められたそうだ。元夫が正直に全部話すと、義両親は呆れ返り、元夫のことを感動したらしい。誰も頼れる人がいなくなった元夫。そうなると困るのは日々の生活だった。そもそも元夫は会社員時代に住みたいといった家賃が高めの部屋に今も住んでいた。元夫がフリーターになってからは、私が元夫の口座にお金を入れて支払いを行っていた。だが私と別れたことで、元夫は一人で生活費と家賃を支払わなければならない。また私に対してモラハラをした慰謝料の支払いだってある。家賃は月15万だったので、その時点で元夫の給料では支払いきれない。そのため困り果てた元夫は私に電話をしてきた。もしもし、一体何の用？おい、助けてくれよ。このままじゃ俺ホームレスになっちまうよ。どうして私が？あなたとはもう他人なのよ。だって俺たちは一度愛し合った仲だろ。気持ち悪。え？あなた自分がどれだけ自分勝手なことを言ってるか分かってる？あなたがしてきたことは許されることじゃないわ。私がどれだけ傷ついてきたことか。それは悪かった。謝るから。そんな風に何の反省もしていない謝罪なんていらないわ。なんだよ、こっちが下手に出りゃ調子に乗りやがって。ほら、そうやってすぐに本性を出すじゃない。私のことずっと見下してるんでしょ。この際言っておくけど、私昇給とかしてあなたが会社員の時よりも給料高くなってんだからね。え？あなたは二流だとかバカにしてたけど、あなたは二流会社員以下だったってことよ。まあいつまでも再就職が決まらずにフリーターで落ち着いてる時点で、あなた自身が自分の無能さを証明してるけどね。そんな。元夫は散々バカにしていた私に負けていたと知り、ショックを受けていた。もう話すことないから切るね。次連絡してきたら警察に通報するから。あ、ちょっと。私はそう言って電話を切った。そして元夫の番号を着信拒否にした。その後の元夫についてだが、元義両親から聞いた話だと、滞納していた家賃は借金をして支払い、そして家を出て行ったそうだ。それからはフルタイムでバイトで働きながら、家賃の安いアパートで生活をしているらしい。私に対しての慰謝料も毎月支払われているのを見ると、ようやく心を入れ替えて頑張っているようだ。だが決して復縁することはないし、許すつもりもない。現在私は親友と新たに広い部屋を借りてルームシェアをしている。毎日楽しくお話をしたり晩酌をしたり、楽しい日々を過ごしている。今回親友にはかなりお世話になったので、今度お礼に何かプレゼントをしようと思う。プライドだけが高くて収入の低いモラハラ夫なんていらないですよね。この男は自分がどれだけ最低か自覚した方がいいです。主さんは親友が頼れる人でよかったですね。そして今までモラハラに耐えながらよく頑張ったと思います。これからは楽しいルームシェア生活を送りながら、公私ともに充実した人生を歩んでくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。この家は俺の両親と暮らす。お前たちは邪魔だから出て行け。まさかの発言に唖然とする私たち。すると義両親と義妹が大きな荷物を持ってやってきた。あなたたちにこの家は贅沢なのよ。なるほど、最初からこうする予定だったのか。わかった。私たちはおとなしく引き下がった。それから1ヶ月後、夫は慌てた様子で私に電話をしてきた。一体これはどうなってるんだ。私の名前は香里、35歳の会社員だ。夫の高志とは結婚して2年になる。私と夫はもともと大学の同級生だった。当時は付き合っていなかったのだが、4年前に共通の友人の結婚式に参加した際に偶然再会。それがきっかけで連絡を取り合うようになり、自然と交際が始まった。そして私たちは順調に交際を続け、2年ほど経った頃に彼がプロポーズをしてくれた。あの時再会したことは運命だったと思う。俺は絶対に香里を幸せにする。だから俺と結婚してください。ありがとう、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。
私の両親は私の結婚をものすごく喜んでくれた。かおりはずっと仕事ばかりしていたから心配していたのよ。いい相手がいないか私たちが探そうともしてたくらいだからな。え、そうだったの？そうよ。でもいい人が見つかったみたいでよかったわ。私は両親がそこまで心配していたことを知り、驚いたし反省した。そして結婚の報告ができて本当によかったと思った。それから私と彼はお互いの親に挨拶をしに行った。私の親は彼のことを気に入り仲良くなっていた。一方、私はというとあまり義実家の人たちとは打ち解けられなかった気がする。義実家に挨拶をしに行った時はまるで面接のような雰囲気だったからだ。あなたが香織さんね。大学は高志と同じみたいだけど、現在はどこで働いているのかしら？〇〇という会社です。あら、聞いたことないわ。大した会社じゃないよ、中小企業だ。まあ、そんな二流の会社員が高志と結婚するっていうの？え？義両親はいきなり私が働いている会社をバカにしてきた。ちょっと父さんも母さんも手厳しいな。香織はとてもいい人なんだ。俺が結婚をしたいと思ったんだから認めてくれよ。高志。この時はそうやって彼が私をかばってくれた。そのため義両親もそれ以上は特に攻撃をしてくることはなかった。だがその後は終始つまらなさそうにしていて、私に質問してくることもなかった。そして義実家にはサナという義妹がいたのだが、義妹は私を見てなんか地味な人とバカにしてきていた。私にとっての義実家の人たちの印象はものすごく悪かった。結婚してもこの人たちとはできる限り関わりたくないな。そんな風に思った。それでも彼とは結婚したいと思っていたので、そのまま結婚式を挙げた。結婚式にはたくさんの友人や職場の人たちが参列してくれて、とても幸せな結婚式になった。それから私と夫は新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。お互いに共働きなので、私たちは家事は分担し、無理しすぎないようにした。そのおかげで私も夫も仕事に集中できている。晩ご飯も作れない時は買ってきたお惣菜でも全然大丈夫にしたし、掃除だって土日にまとめてやるようにした。私たちはもともと大学の同級生だから、二人でいると当時のようなノリが出て楽しい雰囲気で休みの日を過ごすことができた。そうやって新婚生活はとても楽しかった。だが結婚してから一年ほどが経った頃だろうか、義妹がやたらと家に来るようになった。ただいま。お帰り。あれ、サナちゃん？どうも。なんか遊びに来たいって言ってたから仕事に連れてきたんだよ。あら、そうなのね。お姉さん何作ってんの？カレーよ。え？せっかく私が来たのにカレー？ねえお兄ちゃん、私お寿司が食べたい。え？私はいきなりそんなわがままを言う義妹にびっくりした。そして夫はそんな義妹に同調しだしたのだ。そうだな。カレーは別に今日じゃなくても寝かしておけばいいし。早速出前でも取るか。はい、やったー。あっという間に晩ご飯が寿司に変わってしまった。私が急いで仕事から帰ってきて作ったカレーは鍋ごと冷蔵庫に移動されてしまった。こんなことなら慌てて帰ってこなかったのに、ちょっとした不満が募った。そして夫が注文したのは特上寿司だった。そんなに散財していいのだろうか。義妹はありがたみを感じることなく当たり前のようにお寿司を頬張っていた。そしてデザートも食べたいと言い出し、宅配サービスでアイスを買っていた。そのお金を出したのも夫だ。せめてアイスくらい歩いてコンビニで買ってきてくれればいいのに、ちょっとお高いこだわったアイスが食べたいからと、義妹が夫に宅配サービスからお店を選ばせて頼んでいた。ただのアイスが3人分合わせて2000円近く、配送料や手数料込みでかかったので本当にもったいない。そんな感じで義妹は金銭感覚がおかしく、また夫も義妹と一緒にいると同じくらい散財をしてしまうのだ。普段は私が家計を管理しているのでそんなことはない。夫は義妹に甘いので、義妹が来るとそうやってお金を使ってしまうのだ。私は義妹が帰ってからどっと疲れが出た。今日だけで何人分の食費を使っただろうか。ちょっと神経質になっているかもしれないが、それくらい私はお金の管理には厳しくしていた。というのも、私と夫にはとある目標があったからだ。
それはマイホームを買うことだ。結婚をする前から私たちはいつかマイホームが欲しいねと話をしていた。だから私は毎月必ず貯金をしていた。もともとお金を使うタイプではなかったので独身時代も貯金は結構していた。そのためあと1年くらい貯めればローンを組んでも問題なく暮らせそうな状態だった。だが義妹がこうやってきて散財していくとなると話は変わってくる。そして義妹は頻繁にやってきた。来るたびにピザだとか焼肉だとか金のかかる外食や出前を要求してきて、夫もそれに乗っかるので本当に食費がかかってしまう。あまりにもひどいので私はある日義妹に苦言を呈したことがある。サナちゃん、家に来てもいいけど、その都度こうやってお金のかかる外食とかを要求するのはやめてもらえないかな。まだあなたもお金を出しているならいいけど、全部たかしのお金で支払ってるじゃない。え？それの何が悪いの？お兄ちゃんは私のためにお金を使うことを嫌がってるっていうの？お兄ちゃん、なんか香織さんが変なこと言ってるんだけど。あ、どうした？お兄ちゃんってサナが迷惑なの？は？何の話だ？だって香織さんがそう言ってくるんだもん。サナが来るせいで食費代が高くなって困ってるって。おい香織、お前そんなこと言ったのか？だって本当のことじゃない。私たちは貯金を進めていかなきゃいけないのよ。それはそれ、これはこれだろ。俺は妹のためにいろいろとしてあげたいんだよ。さすがお兄ちゃん、大好き。ありがとうサナ。兄弟を大事にするのはいいけど、私たちは夫婦だってこと忘れないでよね。目標達成がどんどん遅れちゃうよ。目標って何？義妹が不思議そうに聞いてきた。ああ、俺と香織はマイホームを建てる計画を立ててるんだよ。すっごいいいじゃん。マイホームとかワクワクするね。お兄ちゃん絶対建てないよ。サナ遊びに行きたい。お兄ちゃんのためなら私も外食我慢するよ。そうか。じゃあ本気で貯金を頑張るか。仕方ないから香織さんの作ったご飯でも食べよう。そうだな。はあ、何様のつもりだこいつら。義妹が夫に散財させなくなったのはありがたいことだが、こんな風にバカにされる覚えはないぞ。私はだんだんと夫に対して不信感が募っていった。そしてそんな中、正月に義実家に顔を出す機会があった。その時に義両親からマイホームを建てることについて聞かれた。たかしもついに家を建てるんだって？サナから聞いたわよ。これでお前も一人前の男だな。そう思う？やっぱそうだよね。夫は義実家の人たちに乗せられて浮かれていた。香織さんはラッキーね。たかしが夫だからマイホームを持てるのよ。確かにずるいわ。お兄ちゃんの恩恵をタダで受けられるなんて。それなのに私に対しては厳しいこと言ってひどかったわ。あんなと？それは本当なの？そうなの。私がお兄ちゃんに会いに行ってるのに余計なお金を使うなって言ってくるのよ。嫁からいびられるなんてショックだったわ。香織さん、あなた私たちの大事な娘になんてことをするの？私はマイホームを建てるためにお金を貯金したかったから。だからってサナを攻撃していい理由にはならないでしょう。攻撃って？まあまあ母さんたち落ち着いてよ。香織はいわゆる主戦度的なタイプだからさ。え？本当にひどい時は俺が叱るから許してやってくれ。タカシがそこまで言うなら許してあげるわ。亭主としてちゃんと嫁を従えているようだな。夫は謎に私を下げて自分が優位に立っているような言い方をした。それに納得する義両親もおかしい。私は正月に義実家に来たことをものすごく後悔した。新年早々嫌な気分になった。果たして夫と結婚生活を続けていていいのだろうか。そんなことまで思うようになった。だがそれから数ヶ月ほどが経った頃、思いもよらないことが起きた。それは母が足腰を悪くしてしまったことだ。現在は通院をしているそうなのだが、近いうちに介護が必要になるかもしれないとのこと。私はその話を聞いて一気に不安になった。私は一人っ子なので、私がいないと両親は二人きりになってしまう。父も母もだんだん高齢になっていってるし、私は両親と一緒に暮らしたいと思った。そのため私は夫に両親と同居したいと相談することに。で、お父さんたちと同居？うん、介護が必要になった時のことを考えて一緒に住みたいなって思って。
同居するならマイホームの頭金もお父さんたちが負担してくれて、ローンも手伝ってくれるって言ってるの。え、マジ？夫はかなり悩んでいた。まあ自分にとって義理の親と一緒に住むのはちょっと抵抗があるだろう。だがそれから数日後、夫は私と親との同居を認めてくれた。本当にいいの？ああ、やっぱり親は大事にしないと。ありがとう。私は早速両親に連絡をした。二人とも新居での同居生活が決まり、とても喜んでいた。それから私たちは不動産や工務店に行き、建て売り住宅と一から建てる家の両方を調べた。すると建て売りの方で理想にぴったりの物件を見つけた。私たちはすぐに契約をし、家を購入した。そしてちょっとだけ変えたい部分があったので、部分的にリフォームをすることに。数ヶ月後、リフォームが終わり、私たちの新居が完成した。私と夫は荷物をまとめ終え、早速新居へと向かった。ああ、やっぱりすごい家ね。ああ、ずっと見てられるな。私と夫は新居の家を眺めながら感動していた。やっぱり都心の一戸建ての家はものすごく綺麗で豪華だ。これからこんな豪華な家で暮らせると思うと、ワクワクが止まらない。ほどなくして私の両親も到着。まあすごいわね。リフォームしてよかったな。外観もかなりおしゃれになっているな。両親も新居を目の前にしてテンションが上がっている様子だった。じゃあ早速家の中も見てみよう。だが私たちが家の中に入ろうとすると、夫はいきなりこんなことを言ってきた。そこまでだ。家の中には一歩たりとも入らないでくれ。え？ちょっとタカシ、一体何を言ってるの？この家は俺の両親と暮らす。お前たちは邪魔だから出て行け。え？まさかの発言に唖然とする私たち。すると義両親と義妹が大きな荷物を持ってやってきた。あー、すごい家ね。これが私たちの新居なのね。ああ、いい家だな。ちょっとタカシ、これはどういうこと？私が慌てていると、義母がニヤニヤしながら前に出てきた。あなたたちにこの家は贅沢なのよ。ここは私たち家族が暮らすのよ。なるほど。最初からこうする予定だったのか。夫は私の親と同居するつもりなんてなかったのだ。わかった。私たちはおとなしく引き下がった。ここで争っても意味がない。そして私は夫に対して一気に愛情が冷めた。両親も同じ気持ちだったようで、私と一緒に実家に帰った。実は実家はまだ売りに出していなかった。忙しかったので引っ越しを終えてゆっくりと売りに出そうと思っていたのだ。お母さん、お父さん、ごめんね。まさかあんな人だとは思わなかったわ。いいのよ。同居始める前に気づけてよかったわ。さて、頭金だけは返してもらおうか。父と私は弁護士を雇い、夫に対して頭金の返還を求めた。夫は案の定拒絶をしてきたが、私の父は同居を条件に頭金を出したわけで、お金を出させておいて条件をいきなり変えるというのは詐欺と一緒だ。だから私たちは詐欺として訴えるし、内容証明も夫の会社に送ると言った。すると夫は慌てだし、頭金の返還に応じた。さすがに詐欺で訴えられているだなんて会社にバレたら、相当立場が危うくなるだろう。最悪クビになる可能性だってある。無事にお金が戻ってきて私たちは安心した。そして夫とも離婚をして、私たちは完全に他人になった。それから1ヶ月後、夫は慌てた様子で私に電話をしてきた。一体これはどうなってるんだ？どうしたの？私たちも他人なんだけど。銀行からローンについて電話が来たんだよ。なんであんなにローンが高いんだ？そりゃそうでしょう。本来なら私と私の親があなたの口座にお金を入れて、ローンを3人で支払うっていう予定だったのに、あなたが私と私の親を追い出したんだから、そのローンをあなた一人で背負うことになるのは当然よ。そんな、こんな金額を毎月支払いながら生活費も出すだなんて無理だよ。そうね。あなたの給料の9割くらいローンだけで取られるものね。そうなんだよ。しかもサナだけでなく、母さんも浪費が激しくて、俺と父さんの稼ぎだけじゃとてもじゃないけど賄えないんだ。あらあら、残念ね。それじゃお母さんとサナちゃんに働かせるか、家自体を売るしかないんじゃない？お
お前がまた戻ってきてくれれば解決するだろう。またよりを戻さないか。は？何言ってるの？戻すわけないでしょ。しかもその発言、私とよりを戻したいんじゃなくて金づるが欲しいだけじゃない。そんなの引っかかるわけないでしょ。せいぜい支払いに追われて辛い毎日を過ごしなさい。そんな。私はそう言って電話を切った。元夫が相当苦しんでいることを知り、私はとても嬉しかった。本当にいい君だ。その後、結局元夫は家を売ったらしい。だが、カイネよりも安く売れてしまったため、現在は1000万ほどの借金があるそうだ。元義実家の人たちは家を手放さなければならなくなったことや、多額の借金を背負ったことでお互いを罵り合って攻め合い、喧嘩が絶えないらしい。現在は安いアパートにぎゅうぎゅうになりながらみんなで暮らしているらしい。あれだけ私のことをバカにしていた人たちが落ちぶれていく様子は滑稽だ。一方、私は実家で両親とつつましく暮らしている。母はリハビリを頑張ったおかげでだいぶ足腰が回復してきて、全然介護が必要ない状態になった。これからも私は両親を大事にしながら仲良く幸せに暮らしていこうと思う。義実家の人たちは自分勝手ですね。そして主さんを騙した元夫は本当に最低です。彼らが痛い目にあって本当にざまあ見ろと思いました。主さんはこれからもご両親と楽しい日々を過ごしながら幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。おい、起きろ。え？私はものすごい勢いで夫に揺り起こされていた。目を開けると鬼の形相で夫が私を睨みつけている。家事をサボるなら出ていけ、この寄生虫が。そうやって私を罵倒してくる夫。この時私の中で何かが切れた。はーい、ではお達者で。私の名前はしおり、34歳の看護師だ。夫の高弘とは結婚して5年になる。私たちの出会いは合コンで、彼の方から猛アプローチをしてきて私たちは付き合うことになった。大企業に勤めているし、顔もかっこよくて爽やかだったので条件的にもいいと思っていた。そして付き合ってからも私のことを大事にしてくれるし、男らしく引っ張っていってくれる。そのため私はどんどん彼に惹かれていった。それから順調に交際を続けていき、1年ほど経った頃に彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚するなら今しかないと思って、しおりが誕生日を迎える前にプロポーズをしようと決めていたんだ。私ができれば20代のうちに結婚をしたいと言っていたのを覚えてくれていたらしい。そうやって気遣いができる彼に私はさらに惹かれた。そしてもちろんプロポーズを受けて私たちは結婚することになった。それからすぐにお互いの親に挨拶に行き、両家の顔合わせも済ませて結婚式も挙げた。あっという間に夫婦となって驚いたが、それでも新婚生活が始まったのは幸せで、とても楽しい時間を過ごせた。だがそれでも少し不満に思うことはあった。それは夫が家事を一切してくれないことだ。夫は今まで自分で料理をしたことがなく、今までは基本的に外食かコンビニ弁当で済ませていたそうだ。また洗濯なども乾燥機付き洗濯機に突っ込んで回すだけで終わりにし、部屋の掃除はものすごく汚くなった時に家事代行サービスを頼んでいたそうだ。そのため私がいくら家事を手伝ってほしいと頼んでも頑なにやろうとしてくれなかった。だから私が仕方なく毎日全部の家事をしていた。私は夜勤の日もあるので、家事をどうやって効率よくするか考えるのが大変だった。それでも何とか家事をやり、仕事との両立もうまくできていた。夫は家事はしてくれないものの、私が家事をすることに感謝はしてくれていた。いつも美味しい料理はありがとうな。お弁当まで用意してくれて助かるよ。そうやって感謝されると、こちらもやる気が出てくるというものだ。そのため私は仕方ないかと思いながら家事を一人でやっていた。そんな風に多少の不満はあるものの、それなりに仲良く幸せな結婚生活を送っていた私たち。気がつけばなんだかんだで結婚してから5年という月日が流れていた。
私はこのまま平和で穏やかな結婚生活を送れるものとそう思っていた。だがつい最近、なんとなく夫の態度がおかしいのだ。感情的になりやすいというか、怒りやすくなった。おい、なんで飯がまだできてないんだよ。ごめん、今日はちょっと忙しくて帰ってくるのが遅くなったの。それにあなたが定時で帰ってくるのも珍しいし。ああ、俺が早く帰ってきたらまずいことでもあるのか？そういうわけじゃないわよ。予想していたよりも遅かったから、まだご飯ができていないの。そうやって言い訳かよ。お前だらしなくなったな。前はもっとちゃんと作ってたじゃないか。そんなこと言われても、私だって責任のある立場になって忙しいんだから。じゃあやめちまえよ、そんな仕事は。あ？あなた本気で言ってるの？ああ、そうだよ。俺は大企業に勤めてるんだから専業主婦でいいだろ。嫁が働かないと生活ができていないみたいに思われて、俺は恥ずかしい思いをしてるんだぞ。何それ。夫はプライドが高いがゆえに時折そういう発言をする。今まではたまにだったからまだ許せたが、ここ最近はそういう言動が多くて、私は精神的に疲れることが多い。夫は感情的になると手がつけられなくなる時があり、そういう時は本当に大変だ。っていうか、私が仕事を辞めたら生活は苦しくなるがいいのだろうか。夫は大企業に勤めていると自慢しているが、全く出世できていないので給料は下がってばかりだ。現在は私が生活を支えていることを理解していないようだ。とにかく家事をちゃんとしろって言ってるんだ。そう言ってドカッとソファーに座る夫。それなら手伝えようと思うのだが、そんなことを言ったらさらに面倒なことになる。私はイライラしながら急いで晩ご飯を作った。また魚。俺は肉が食いたいんだけど。ご飯を作ってもそうやって文句を言ってくる夫。そして食べ終えると食器も下げずにソファーに寝転がる。自分で食べた食器くらい自分で下げろ。心の中で悪態をつきながら、夫と自分の食器を下げて洗い物をする。あれ、明日夜勤だっけ？うん、そうだよ。じゃあ晩飯はないってことね。うん、そうだよ。夫は私が夜勤の時をいつも確認してくる。きっと晩ご飯があるかどうかの確認をしたいだけなのだろう。私はお前の家政婦じゃないっていうの。そうやって叫んでやりたいくらいだった。結婚して5年が経ったが、なんだか最近の感じがずっと続くのなら離婚も視野に入れようと思う。私たちには子供もいないし、私はちゃんと働いているし、別に問題ない。そしてそんな中で気になることが起きた。それは夜勤明けに帰ってきた時に、私はシャワーを浴びることにした。シャワーを浴び終えた際、まだゴミ捨ての時間に間に合いそうだったので、私は急いでお風呂場の排水口のゴミを取ってゴミ袋に入れようと思った。すると排水口に溜まっている髪の毛の中に茶色の長い髪の毛があったのだ。私も夫も現在黒髪だ。しかも長さ的に女性だ。義母も黒髪だし、私の母も黒髪だ。それに親が勝手に家に来てシャワーを浴びるとは思えない。この時に私はなんだかとても嫌な考えが浮かんだ。夫は私が夜勤の時に女性を連れ込んでいる。そんなことを考えたくなかったが、そうとしか考えられなかった。それから私は更新所に調査を依頼することにした。もし夫が本当に不倫をしていたのなら、私を裏切ったことになる。そんな人に私はここ最近罵倒されていたのかと思うと、ものすごく腹が立つ。そして自分でも証拠を集められるように、寝室に隠しカメラを仕掛けることに。想像もしたくないが、家に女性を連れ込んでいるのなら、この寝室でそういう行為をしているということなのだろう。私は夫の動向を細かく観察するようにした。するとソファーでスマホをいじりながらやたらとニヤニヤしている時があるのに気づいた。今までは家事を押し付けてくる夫に苛立って、夫なんて見たくないと思いながら洗い物とかをしていたから気づかなかった。そしてニヤニヤしている時に私がソファーの近くを通ると、すっとスマホを隠して真顔に戻るのだ。完全に怪しい。私はそう思いながら更新所の結果が出るのを待った。そして1週間近く経った頃に連絡が入り、私は調査結果の資料をもらいに行った。すると案の定夫は不倫をしていた。
相手はキャバ嬢のようで、年齢も23歳とかなり若かった。そんな人と不倫をしているのかと私は夫に呆れてしまった。そしてちょうど夜勤が今日あったので、私は明日帰ってきた時に映像を確認することに。夫が出勤してから私は寝室にあるカメラを回収して映像を見た。するとそこにはバッチリと夫と不倫相手が行為をする様子が映っていた。もうこれで完全にアウトだ。言い逃れなんて絶対にできない。私は疲れていたが、証拠をまとめて実家に持って帰った。夫にバレて処分されても困ると思ったからだ。実家に置いておけばとりあえず安全だ。両親にもその時に説明したのだが、夫に対して憤慨していた。また一刻も早く離婚をした方がいいと両親が言ったので、私は帰る途中で役所に行き離婚届をもらってきた。そして家に戻ってきたのだが、さすがに夜勤明けなので動きすぎたようで、私はソファーに眠って一息つくと気づけばそのまま眠りについていた。おい、起きろ。え？私はものすごい勢いで夫に揺り起こされていた。目を開けると鬼の形相で夫が私を睨みつけている。どうやら私はしばらくの間眠りについていたらしい。もう夫が帰ってくる時間だったのか、私は目をこすりながらスマホを見た。え？ 14 時？なんとまだ時刻は昼過ぎの14時だった。私が帰ってきたのは12時半くらいだ。だから1時間半くらいしか寝ていない。っていうか、こんな時間になんで夫がいるのだろうか。どうしたの？会社は？今は営業の途中だ。ちょっと忘れ物をしたから取りに来たんだ。ああ、そうなの。それならなんで起こすのよ。私夜勤明けで眠いんだけど。うるさい。お前こんな昼過ぎまで寝てるなんておかしいだろ。普通は家の中を掃除して晩ご飯の仕込みとかをするべきじゃないのか。掃除をしたらもっと証拠が出てくるんじゃないのか。私は心の中でそう言い返しながら適当に聞き流していた。今日はちょっと疲れていたの。いつもなら起きて家事をしているから許してよ。いや、嘘つきを信用することはできないな。はあ、嘘つき？そうやっていつもごまかしてたんだろ。家事をサボるなら出ていけ、この寄生虫が。そうやって私を罵倒してくる夫。この時私の中で何かが切れた。はーい、ではお達者で。あ、だから出ていくのよ。お前本気で言ってるのかよ。ええ、本気よ。私はそう言って荷物をまとめ始めた。夫はその様子を見て動揺していたが、自分が出て行けと言った以上、その発言を取り下げることはプライドが許さないのだろう。勝手にしろ。夫はそう言って家を出て仕事に戻っていった。私はすぐに荷物を持って実家に帰った。そして全ての口座をゼロにした。というのも、私たちは夫婦の共有口座を作っていたのだが、夫はここ半年ほどお金を入れてくれていなかった。その口座にお互いが毎月お金を入れて、そこから生活費などをやりくりしていたので、夫がお金を入れなくなって困っていたのだ。しかも先月にはまとまったお金が下ろされていた。私が貯金をしようと思って毎月少しずつ入れていたお金がほとんどなくなっていたのだ。この時に私は夫を問い詰めたのだが、義父が手術をした際にお金を工面したと説明された。だが夫の不倫が判明し離婚を決意した時に、私は義実家を訪ねたのだが、その際に手術の費用を援助なんてしてもらっていないと言っていたのだ。つまり夫はあのお金は自分のため、もっと詳しく言うのなら不倫相手のために使ったのだろう。私はこれ以上私のお金を使われたくないと思い、全ての口座のお金をゼロにしたのだ。そしてその日の夜、夫は私の荷物が全てないことに気がついたのだろう。鬼電話をかけてきた。仕方ないので私が電話に出ると、夫は慌てた様子で叫んでいた。おい、本気で出て行ったのかよ。ええ、そうよ。食卓のテーブルに離婚届があるわ。私の方は記入済みだから、さっさと書いてちょうだい。離婚まで考えてるのか。当たり前でしょ。あなたとはもうやっていけないわ。私がそう言うと、夫はプライドを刺激されたようで怒っていた。お前は俺が養ってやっていたのに感謝の気持ちもないのか。は？
俺は大企業勤務で収入が高いんだぞ。今まで贅沢ができていたのも俺のおかげだろうが。何を言ってるの？あなた出世が全然できないから給料がどんどん下がっていってるの忘れたの？っていうか見ないようにしていたのかしら。私の方があなたよりも給料が上なんだけど。え？私が生活費を全部出した上でうまく家計をやりくりして貯金までしていたのよ。あなたは少ない給料だけど全部自分のために使ってたから多く感じたのかもね。まあ不倫相手に貢ぐためには足りなくて共有口座のお金を勝手に使ったみたいだけど。私が不倫相手のことについて触れると夫は激しく動揺していた。何のことだよ。俺が不倫？そんなことするわけないだろ。残念だけど証拠は全部掴んでるのよ。更新所が撮ってくれた写真と寝室に設置しておいた隠しカメラの映像もあるの。それらは全部お母さんたちにも見せたから。え？あなたとは絶対に離婚するし慰謝料も必ず請求するから。私がそう言うと夫は途端に焦り始めた。待ってくれ。あれはただの遊び相手だから。俺にはしおりしかいないんだ。何言ってるの？あなたここ最近私にいつもひどい態度を取ってきたし、挙句の果てには家を出て行けだなんて言ったじゃない。俺は別に本気じゃなかったんだ。知らないわよそんなの。私はもうあなたに愛想を尽かしたから、自分が過ちを犯したってことをちゃんと反省してちょうだい。そんなそれじゃあとは弁護士を通してやり取りしましょう。待ってくれよしおり。夫はそう言ったが私は電話を切った。そして弁護士を雇い夫に離婚を要求。また夫と不倫相手には慰謝料も請求した。優秀な弁護士の方がついてくれたので夫と不倫相手にそれぞれ300万も請求することができた。夫は最後まで離婚と慰謝料の支払いをごねていたようだが、義両親に無理やり説得されてしぶしぶ了承したようだ。そして私は無事に夫と離婚することができた。元夫はそれから不倫相手と一緒になろうとしたらしいが、実は元夫の給料がそんなに高くないことを知りすぐに切り捨てたらしい。ちなみに元夫はただ仕事ができないだけでなく、不倫までして離婚をしたことが職場内に知れ渡り、さらに評価が下がったようだ。そのため会社内の窓際の部署に追いやられ、出世は一生見込めなくなったらしい。そして義両親からも感動され、現在は一人寂しく借金を返すだけの日々を送っているそうだ。一方私は職場近くのマンションに引っ越し、一人で快適な生活を送っている。夫がいなくなったことで貯金もかなりしやすくなってどんどんお金が貯まっている。このまましばらくは仕事に打ち込み、いつかまた落ち着いた頃にゆっくりと恋愛をしていこうかなと思う。とりあえずは目の前の患者さんを救うことだけを考えながら今日も一生懸命に働こうと思う。だんだんとひどい態度を取るようになったことからなんとなく怪しいと思っていましたが、やはりこの夫は不倫をしていましたね。しかも一回りほど年の離れたキャバ嬢と不倫だなんて呆れてしまいます。義両親が味方になって離婚に協力してくれてよかったですね。主さんなら一人でも絶対に幸せになれると思いますので、これからは自分のためにお金を使って楽しく充実した日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。